え、ちょっとどういうこと。敬語を使いなさいよ、このブスが。母の怒鳴り声が鳴り響く。この会社は妹のゆかちゃんにあげるから、ブスのあんたは今日で解雇よ。どこまで妹を溺愛して甘やかし、そして私を邪険に扱えば気が済むのだろうか。会社経営はそんなことではうまくいかないことがわからないのだろうか。だが、もう私はサポートはしない。バカな親子二人でどこまでも落ちていくがいいわ。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。私は現在母が社長を務める会社で働いている。のぞみさんがいると本当に助かるよ。そう言っていただけて嬉しいです。少しでもお役に立ててよかったです。いやいや、少しどころじゃないよ。この部署の人みんなが思ってるよ。篠田部長の発言に職場のみんながうなずく。この会社に転職してくるのは乗り気じゃなかったが、こんな風に素敵で優しい人たちと働けるのは幸せだ。私が乗り気じゃなかった理由は、社長である母にある。母は昔から私のことを嫌っていた。私の見た目が良くなかったことが原因だった。母はとても綺麗な人で、いつも年齢よりかなり若く見られていた。話によると、若い頃にナンパをされた数や告白された数は相当なものだそうで、いつも自慢話として聞かされたのを覚えている。あなたはお父さんに似ちゃったから、本当に残念な顔をしているわよね。それに比べて、ゆかは本当に美人で可愛いわ。母は私の妹であるゆかを引き合いに出して、いつも私を罵倒してきた。妹は私の5歳下で、少し年が離れているのだが、母にそっくりで美形だった。母は私が一人っ子の時は普通に接してくれていたのだが、妹が生まれると、妹を溺愛し、私のことは二の次どころか邪魔者として扱うようになったのだ。妹だけを連れて二人で出かけていくこともあったし、私への誕生日プレゼントと妹への誕生日プレゼントの中身の違いに驚いたこともある。そして妹は常に母に甘やかされて育ってきたことから、私に対して舐めた態度を取るようになった。ブス、邪魔なんだけど。ブスってあんたね。それが自分の姉に対して言う言葉。お母さんが言ってるんだからいいでしょ。ブスが調子に乗るな。お母さんが言ってたわよ。私たちみたいな選ばれた人は、お姉ちゃんみたいなブスのひがみの対象になるから、強気に対抗しなさいって。まあお姉ちゃんには怖さをみじんも感じないけど、一応体制は作っておかないとね。妹は子供の頃から私にそう言って罵倒してきた。そして私が中学生で、妹が小学生の頃には、こんなことも言われた。あんたが姉だって事実は隠したいから、私の友達が来ている時は部屋から出てこないでよね。そんな、トイレに行きたい時はどうすればいいの？じゃあ親戚の人が泊まりに来てるってことにするわ。腕を組み、イラついた表情を見せながらそういう妹の顔は忘れない。そしてそんな私と妹のやりとりを見ていながら、母は妹の方を大事にした。ゆか、今日はどこに出かける？じゃあ、お洋服たくさん買いに行こう。あら、いいわね。高級ブランド店で可愛い服を買ってあげるわ。じゃあ、帰りにパンケーキの美味しいお店にも行きたい。いいわね。銀座の美味しいパンケーキ屋さんに行きましょう。妹と母はそうやって、私に聞こえるように二人で出かける予定を話す。もちろん、私はその輪の中には入れられない。あんたが一緒に歩いてたら、可愛いお店に入れないでしょ。そうよ。養子として引き取ったって説明するしかないじゃない。ゆかちゃんだけだと、店員さんもすごく可愛い子ですねって言ってサービスしてくれるんだから、そこにあなたがやってきたら、サービスしてもらえなくなるでしょ。私が昔、
私もお出かけに連れて行ってほしいと言った時に、母と妹からそんなことを言われたことがある。だからそれ以来、私は二人の会話には絶対に入らないようにしている。家に残された私を慰めてくれたのは父だった。父は私が子供の頃、妹ばかり可愛がる母の代わりに、私のことを大事にしてくれた。そしてその時こんなことを言ってくれた。母さんとゆかは、確かに見た目には恵まれたかもしれない。だけどそれにあぐらをかいていると、いずれ痛い目を見るさ。のぞみはとても心優しくて、そして努力家だ。だから自分の力で道を切り開くことができるさ。今自分で頑張れることを頑張りなさい。それとお父さんは、のぞみのこともすごく可愛いと思っているからな。母さんとゆかから何を言われても気にするな。父はそのように言って私を励ましてくれた。その言葉のおかげで、私は必要以上に母や妹の言葉に心を乱されなくなった。そして私は将来、父のようになることを目標に勉強を頑張った。いい大学に行き、いい会社に就職すれば、社会的にも評価されるし、収入だって増えて自由が増える。私にとっての武器を増やすために、私は学生の頃は勉強を頑張った。そして私は超難関大学に合格。父は私の大学合格を大いに喜んで、祝ってくれた。母も私が難関大学に合格したことは、少しだけ祝福してくれた。まあ、ブスのあんたにはそれくらいの肩書きがないとね。相変わらず言葉はきついが、褒めてくれたことは今まで一度もなかったので、私は嬉しかった。それにあの母でも褒めてくれるくらいだから、社会的に見ても評価に値することを成し遂げたのだと私は実感した。妹に関しては、そんなに褒める必要ある。私はこの可愛さだけで何でも手に入るけど。と言って、私の大学合格を祝ってはくれなかったが、少し悔しそうにしている雰囲気があったので、ちょっとだけスカッとした。大学を卒業後、私は大手企業に就職。父の会社に入ることも考えたが、まずは自分が何のコネもない状態でどこまでやれるか試したかった。それにいろいろと経験をしてから、父の会社に入る方がいいだろうと思ったのもある。就職後は私は必死になって働いた。わからないところがあれば、率先して先輩や上司に聞いたし、父に相談することもあった。そうして私は自分なりの仕事の進め方や、スタイルというのを確立させていった。いずれは父の会社に入り、父に貢献したいと思っていた。だがそんな時に、思いもよらないことが起きる。父が病気によって亡くなってしまったのだ。私はとてもショックで悲しかった。私にとって父は、唯一私のことを大事にしてくれた家族だ。そんな父を失ったことは、私の光を一つ失ったことと同じだ。そして腹立たしいことに、父が亡くなると、母が社長業を継いだ。妻だから継ぐのは当然なのかもしれないが、それでも今まで経営の仕事を一切してこなかった母に、会社経営なんて無理だろうと思った。それに、母が社長の会社になんて入りたくない。そんな風に思っていた私だったが、大学を卒業して入社した会社で働き始めて、3年ほどが経った頃、いきなり母から連絡が来た。どうしたの？お母さんから連絡をしてくることなんて今まで一度もなかったのに。あなた、私の会社に来なさい。え？聞くところによると、この会社で働きたかったそうじゃない。そう、それはお父さんが社長だったからで。いいから来なさい。どうして？娘を働かせていると、それだけで印象がいいのよ。それにあんたは有名大学に出て、有名な企業で働いている。それだけでブランド力になるのよ。
私の経歴を利用しようってこと。活用するって言ってちょうだい。とにかくあんたの会社の社長とも話をつけてるから。え、どういうこと。だから娘は私の会社で働かせるからって伝えたのよ。なんでそんな勝手なことするのよ。あなたは私の娘よ。娘は親の言うことを聞くものでしょ。私の人生なんだから、仕事をどうするかは私に決めさせてよ。うるさいわね。あんたはブスでどうしようもないんだから、私に雇われて適当なポジションで働くのが合ってるのよ。大企業じゃいくら学歴が良くてもどうせ埋もれてるんでしょ。むしろ私の会社に入れてあげることを感謝してほしいくらいだわ。そんな、結局母は私が会社を辞めるまでしつこく邪魔をしてきて、無理やり母の会社に入らざるを得ない状況を作った。だが私が入社するとき、母はとんでもないことを言った。せっかく引き抜いてきたんだから、向こうの取引先をこっちに横流ししてちょうだい。え、どういうこと。あんたは前の会社で営業の仕事をしてたんでしょ。だったらあの大手企業がお世話になってる取引先の担当者とつながってるわよね。その顧客を私の会社に紹介しなさい。何を言ってるの。そんなことできるわけないよ。ありえない要求をしてくる母を私は全力で断った。すると母は大きくため息をついた。あんた、自分がなんで引き抜かれたか分かってないのね。まったく、勉強できるイコール仕事ができるというわけじゃないのね。とんだ貧乏くじを引いたわ。もう用はないから、さっさと社長室から出て行って。母はそう言って私を社長室から追い出した。自分から私を無理やりこの会社に連れてきたくせに、なんて自分勝手な人なんだろうか。私は憂鬱な気分で母の会社で働き始めた。だが同じ部署の人がみんな優しかったので、すぐに働くのが楽しくなった。私は前の会社にいた時に培った仕事のスキルを存分に活かした。すると自分でも思っていた以上に結果を残すことができたし、逆に大企業ほど大きくないから、取引先の担当者の人とも距離を縮めやすくて、信頼度もかなり高い気がする。そして私は母と言い合いをした時のことを思い出し、絶対に会社に大きな利益をもたらして、母に突きつけてやろうと心に決めた。それで私は入社してから今までの7年間、がむしゃらに働いた。そのおかげで取引先はもちろんのこと、この会社の同じ部署の人たちとの絆はかなり強いものになった。これからも良好な関係を築いていける、そう思っていた時、私はいきなり社長である母から呼ばれた。一体何だろうか。ノックをして恐る恐る社長室に入ると、そこには母と妹がいた。どうして妹がいたのかはわからなかった。すると母は驚きの発言をしだした。あんた首ね。え、ちょっとどういうこと。私は意味がわからなかった。なんでいきなり首なの。敬語を使いなさいよ、このブスが。あんたは養われてる部下で、私はこの会社の社長よ。母の怒鳴り声が鳴り響く。ごめんなさい。私はとりあえず母を刺激しないように謝った。すると母は少し冷静になったようだ。だが笑顔でこんなことを言った。この会社は妹のゆかちゃんにあげるから。え？ブスのあんたは今日で解雇よ。妹は高校を卒業後、専門学校に通うも中退をして、その後は読者モデルをしながら、働いているのか働いていないのかわからない様子で今までを過ごしていた。そんな人に社長なんて務まるわけない。別に私が社長になろうだなんて思っていなかったが、会社にはたくさん貢献してきたはずだ。それなのに会社で働くことすら知らない妹を社長にして、私を解雇するなんて。
どこまで妹を溺愛して甘やかし、そして私を邪険に扱えば気が済むのだろうか。会社経営はそんなことではうまくいかないことがわからないのだろうか。だがもう私はサポートはしない。バカな親子二人で、どこまでも落ちていくがいいわ。わかったわ。こんなところにはもういられないわ。私は部署に戻り、私物をまとめ始めた。ちょっとどうしたの？部長が慌てて私に話しかける。元読者モデルの妹が社長になるから、私はクビだそうです。は？私の発言に、その場にいた全員が目を見開いていた。ちょっと待ってよ。それ本当なの？はい。母は妹のことを溺愛しているあまり、そういう間違った判断をしてしまうんです。いや、まあ社長のありえない言動は今に始まったことじゃないけどさ。それでもギリギリまで俺たちがサポートしてなんとかなってたんだ。だけどその話が本当なら、もうかばいきれないな。部長がそう言うと、みんながうんうんとうなずいていた。のぞみさんが辞めるなら、この会社も終わりだろうな。私も辞めることにするかな。部長がそのように言い出したので、私は驚いてしまった。そんな、私のせいで部長まで辞めるのは申し訳ないですよ。いやいや、前々から決めていたことでもあったんだ。俺はこの会社を辞めて起業する。え、そうなんですか。ああ、だからもしのぞみさんがよければ、俺の会社で働いてくれないか。ぜひ働かせてください。こうして私は母の会社を辞めて、篠田部長が作る会社で働くことになった。すると続々と母の会社の営業部の人たちが篠田さんの会社に転職してきた。みんなどうやら母の暴走に耐えられないらしい。営業部のほとんどがこちらに来たことで、母の会社はかなり大変なことになったようだ。それもそのはず、今現在母の会社に残っているのは、もうすぐで定年退職をして退職金を狙っている人たちばかりだからだ。それに彼らは、のぞみさんのお父さんにはすごくよくしてもらったから、会社がなくなるときは私たちも共倒れするつもりだ、と言って、会社が倒産になっても仕方ないと考えているようだ。父に感謝してくれているのは嬉しいが、母からしたら邪魔者でしかないだろう。母はせっかく残ってくれた人たちを邪険に扱い、退職金が出る前に辞めさせてしまった。だがそれによって会社は悪評が流れ、さらには営業をする人がいないから新しい取引をするのがかなり難しくなった。さらには企業で働いたこともない妹が社長になり、どんどん変な経営をしだしたらしく、会社の経営はかなり傾いたようだ。そんな情報を聞いて自業自得だなと思っていると、母から電話が来た。ねえのぞみ、あなたこの会社に戻ってこない？あなたが辞めた途端にみんな辞めてったのよ。それでどんどん会社がおかしな方向に傾いていってしまって、ゆかは社長の座に着いたら満足しちゃって全然働かないし、いろんな取引先から契約を打ち切りたいって連絡がひっきりなしに来るし、取引先によっては、のぞみがいないなら契約を切りたいって言ってるくらいなの。だからお願い、戻ってきてちょうだい。残念だけど、それは無理。私が今までどれだけお母さんとゆかに苦しめられてきたかわかってる。もうあんたたちの言いなりになって、自分の人生を邪魔されるのは嫌なの。私はお母さんとゆかと縁を切るから、自慢の可愛い娘と、頑張って経営を立て直してください。そんな。私を見捨てないで、のぞみ。母はそう言っていたが、私は電話を切って着信拒否にしてやった。その後、母と妹の会社は、半年も経たないうちに経営が一気に悪化して、倒産となった。ほとんどの社員が辞めていて、会社が回らなくなっていたから仕方のないことだろう。そしてその辞めた社員たちは、ほとんどが篠田さんの会社にやってきた。
篠田さんは人望がすごく熱いいい人だから、きっとこんな風にたくさんの人が集まるのだろう。母と妹みたいな頭のおかしな人がいない職場は、ものすごく平和で、仕事もかなりいい感じだ。おかげで篠田さんの会社はかなり売り上げを伸ばし、急成長を遂げている。ちなみに母と妹は倒産に伴い、多額の借金を背負ってしまったようだ。私は電話番号も家の住所も教えてないし、どこで働いているのかも言っていないので、二人が私を頼りに来ることはできない。現在は母も妹もバイトをいくつも掛け持ちして、借金の返済に追われているそうだ。だがこんなはずじゃなかったと、妹が泣いてブチギレて、母が精神的に参っているという話を聞いた。どちらも自業自得だし、本当にいい気味だ。一方、私は篠田さんの会社で一生懸命に営業の仕事を頑張っている。会社が少しずつ大きくなっていく様子を見るのは、本当に楽しくてやりがいがある。これからも私は、この会社に貢献できるように頑張って働いていきたいと思う。はあ、1週間。それならずっと仕事してれば。安月給のばあさんの顔なんて見たくないんだよね。そう言って私を追い出そうとしてきたゆかさん。その時、私の中で何かが切れた音がした。それもそうね。じゃあ一生この家には帰ってこないわ。私の名前は舞。数年前に夫を病で亡くし、私は現在広い家に一人で住んでいる。25歳の時に生まれた長男の正人は、現在28歳になり、大学を卒業後に就職した会社でバリバリ働いている。息子は定期的に家に帰ってきてくれるが、それでも仕事が忙しいようで、月に1回帰ってくればいいペースだ。ちょっと寂しいが、私もいろいろと忙しいし仕方がない。そんな中、ある日息子が帰省してきた際に驚きの発言をした。俺結婚することにしたから。結婚。私はいきなりの息子の結婚宣言に驚いてしまった。今まで息子から彼女がいたとかいう話すら聞いていなかったので、心の準備が全くできていなかったのだ。それで早速なんだけど、来週くらいに婚約者の女性を連れてくるから会えないかな。もちろんいいわよ。それにしても正人が結婚だなんて、もうあっという間に時が過ぎたのね。まあ俺ももう28歳だからな。そろそろ結婚しててもおかしくない年齢だろ。確かにそうね。正人、本当に結婚おめでとう。ありがとう母さん。息子が結婚することを感慨深く思いつつ、私は息子の婚約者に会えるのを楽しみに思った。そしてあっという間に1週間が経ち、息子が婚約者を連れてやってきた。どうもはじめまして、ゆかと言います。はじめまして、正人の母親です。ゆかさんはとても綺麗な人で、私は驚いた。芸能人だと言われても不思議じゃないくらいの美人さんだった。とってもお綺麗ね。あら、お母さんったら、そんなお世辞を言わなくてもいいですよ。いやいや、お世辞じゃないですよ。まさか正人がこんな美人を射止めたなんてびっくりだわ。ちょっと、どういう意味だよ母さん。言葉通りの意味よ。ちょっと。面白いお母さんですね。息子と婚約者の結婚の挨拶はとてもいい雰囲気で進み、私たちは楽しくお話をした。二人は合コンで出会ったらしく、交際を始めて1年ほどが経っているらしい。ゆかさんは息子の3歳上らしいのだが、美人だから息子と同い年くらいに見えた。息子は一人っ子だから、年上の方が甘えられて相性がいいだろう。ゆかさんはいい人そうだし、息子が幸せな結婚生活を送れそうで安心した。それから両家の挨拶を済ませて、息子とゆかさんは結婚式を挙げた。二人の結婚式はとても豪華で、
たくさんの人が参列して二人を祝福していた。私は息子が晴れ舞台で堂々とした姿を見せてとても感動した。涙が止まらなくて息子に笑われてしまったほどだ。それから息子夫婦は新婚生活を始めて幸せに暮らしているようだ。私もいつもの日常に戻り、忙しく日々を過ごしていた。だが息子夫婦が結婚をして1年ほど経った頃、思わぬ出来事が起きた。マサトが、いきなり息子嫁から電話がかかってきたと思ったら、なんと息子が交通事故に遭って大怪我をしたという。私は慌てて病院へと駆けつけた。マサト。あ、母さん。来てくれたんだね。大丈夫なの？足は骨折して、腰もちょっとやっちゃって、しばらくリハビリと入院が必要みたい。そうなのね。入院期間が長いから仕事ができなくて、ちょっと生活が大変なんだけど。まあ、でも命は無事でよかったわ。死んでしまったらそこで終わりだもの。あれ、そういえばゆかさんは？ああ、ちょっと着替えとかを取りに帰ってる。そっか。でも俺がこうなってしまったから、少し動揺してるみたいなんだ。結婚してから専業主婦だったしさ。いきなり今までの生活が変わってしまうから、それが受け入れられないみたいで。なるほど、そうなのね。それでちょっと母さんにお願いがあるんだけど、ゆかとの生活が困らないように同居させてほしいんだ。え、同居？うん、母さんと実家に住めば生活も安定するだろうし、俺が退院してリハビリをしている間とかだけでもいいからどうかな。私はもちろん構わないけど、ゆかさんはどう言っているの？ゆかも一応納得はしてくれているよ。そうなのね。私は全然大丈夫だから。ありがとう、母さん。いいのよ。家族なんだから支え合いましょう。息子がまさか事故に遭うとは思わなかったが、とりあえずは命があって本当によかった。そしてそれから1ヶ月後、息子は退院し、ゆかさんと一緒に私の家へやってきた。母さん、これからよろしくね。ええ、ゆかさんもよろしくね。よろしくお願いします。ゆかさんは少し不機嫌そうな顔をしていた。もしかして同居することに納得がいっていないのかしら。息子の方を見るとなんとなく気まずそうな顔をしている。私はゆかさんがいないタイミングを狙って息子と話をした。ゆかさん、ここに来てからずっと機嫌が悪いみたいだけど。あ、いや、それが。息子の話によると、息子は入院期間は会社から手当が出ていたから、まだ収入は今まで通り入っていたそうなのだが、現在はリハビリが必要になったことで働ける時間が短くなってしまい、収入が減っているらしい。それが思っていた以上に減ったらしく、ゆかさんはそれで機嫌が悪いようだ。まあ、俺が怪我をしてしまったのがいけないんだけどね。いや、でもそれは仕方のないことじゃない。息子は仕事で車を運転していた時に事故に遭ってしまったので、息子に非はなかった。それなのにそういうことを考慮せずにずっと不機嫌でいるのは、なんか器が小さいなとゆかさんを見てて思ってしまった。そしてゆかさんは私に対しても冷たい態度をとってきた。お母さんっていまだに仕事をされてるんですよね。専業主婦になれなかったってことは、結構この家はお金がなかったんですね。え、しかもまだ働いてるってことは、お父さんの遺産も大したことないってことですよね。はあ、マサトは収入が安定しているからいいと思って結婚したのに、これじゃあ結婚詐欺ですよ。ちょっと、そんな言い方しなくていいんじゃない？息子がリハビリに行っている間、ゆかさんはそんなことを言ったので、私は頭に来た。だがゆかさんも一歩も引かずに、私に食ってかかってきた。私は事実を言ってるだけです。それと私、本当はここに暮らすのは嫌だったので、家事もしませんから、
お母さんが全部やってください。そんな協力もしてくれないわけ。だって私は被害者ですよ。本当なら専業主婦で夫と二人で暮らして悠々自適に過ごす予定だったのに、同居をさせられた挙句に家事を強要されるなんて耐えられません。ゆかさんはそう言って頑なに家事をしようとしなかった。このまま私が意地を張っても生活は乱れるだけだ。だから私は仕方なく仕事後に家事をやった。息子はリハビリを頑張ってはいるものの、なかなか完治せず、どんどん仕事で同僚たちの遅れを取っているらしい。息子はそんな状況がもどかしいらしく、最近はよく落ち込むようになった。結婚の挨拶の時とかはとても明るい雰囲気で私たちはお話をしていたのに、今では毎日お通夜のように暗い空気が漂っている。そしてそんな中、私はあることがきっかけでゆかさんと衝突してしまった。それは仕事についてなのだが、私は1週間ほど出張に行かなければならなくなった。現在は私が家のことをやり、そして息子を病院に送ったりしていたのだが、それが1週間ほどできなくなってしまう。そのことをゆかさんに話すと、案の定目を見開いて怒った。はあ、1週間、なんでそんなに出張があるのよ。その間の家事は、マサトの病院は。それはあなたにお願いできるかしら。だって今までマサトと二人暮らしをしていた時は家事をしてたんでしょう。それはあの人がちゃんと働いて稼いできてたからよ。今みたいに収入が低いポンコツになったあいつのために家事を頑張るなんて無理なんだけど。そのように悪態をつくゆかさんに、さすがの私も声を荒げた。ちょっと、いい加減にしなさいよ。マサトはあなたの旦那である前に私の息子なのよ。大事な息子をバカにすることは許さないわ。はあ、だったらあんたがもっとあいつを頑丈に育てていればよかったんじゃない。交通事故に耐えうる体を育てるなんて無理でしょ。もううるさい。嫌な姑。それならずっと仕事してれば。安月給のばあさんの顔なんて見たくないんだよね。ここから出て行ってちょうだい。は。そう言って私を追い出そうとしてきたゆかさん。その時、私の中で何かが切れた音がした。どこまでも私を舐めている態度に、私は相当腹が立っていたようだ。それもそうね。じゃあ一生この家には帰ってこないわ。え？ゆかさんは私がそのように言ったことに驚いていたが、すぐに勝ち誇った顔をした。つまりこの家はマサトにやるってことね。それならまあ許してあげる。さっさと荷物をまとめて出て行ってちょうだい。そのように叫ぶゆかさん。この人には私や息子を大事にしようという気持ちはないのだろうか。彼女に呆れつつ、私は荷物をまとめた。だがこの後痛い目を見るのは彼女の方だ。私はビジネスホテルに荷物を置き、不動産屋に行って部屋を借りることに。すると運よく理想通りの部屋があったので、契約を結び、そして出張へと行った。その後、息子から電話がかかってきた。母さん、どういうこと？なんか家を出て行ったってゆかから聞いたけど。出たというよりも追い出されたのよ。え？でもちょうどいいわ。あなたに伝えたいことがあるの。私はゆかさんについてとあることを息子に報告した。なんだって？それって本当なの？ええ、黙っていたけどどうやらそうみたい。息子はショックを受けていたが、ちゃんと調べてみるそうだ。それから3日後、息子から再び電話がかかってきた。母さんの言う通り、やっぱりゆかは不倫をしてたよ。そう、やっぱり。ゆかさんは私や息子がいないタイミングでマッチングアプリで知り合った男性を連れ込んでいたらしい。私がなぜ彼女の不倫について知り得たのかというと、それはあることがきっかけだった。私は仕事柄、
言った言わないにならないようにボイスレコーダーで録音をする癖がある。そして家にいる時に仕事の電話が来て、私はその時ボイスレコーダーで録音をしていたのだが、たまたま切り忘れたまま会社に行ってしまった。家に帰ると録音が作動したままで、慌てて停止ボタンを押した後に音声を確認していると、私が家にいない時間帯にゆかさんと知らない男性の声が聞こえてきたのだ。それで私は彼女の不倫を疑ったのだ。でももしかしたら宅配業者とかかもしれないと思い、私は確証を得るまでは息子には言わないようにしていた。だがあんな風にゆかさんと喧嘩をしたことで、今の段階で息子に伝えようと思ったのだ。息子は検査入院があると嘘をついて家を出て、ゆかさんが油断した時に家に戻ると、彼女は不倫相手と行為に及んでいたらしい。現場を抑えることができたので、息子はゆかさんと離婚をして、慰謝料を請求することにしたらしい。話によると、彼女は他にもマッチングアプリで知り合って関係を持った男性がいるらしく、息子はそれぞれに慰謝料を請求するそうだ。だがゆかさんは離婚をしないと言い張っているらしく、息子は困っているらしい。さらには家からも出ようとせずに居座ってるんだとか。仕方ないので、私は弁護士と息子と一緒に彼女と話をすることに。ゆかさん、いい加減にしてちょうだい。うるさい。私は離婚しないし、ここに居座るから。ゆか、そんなわがままが通ると思うなよ。何を言われようと離婚はしないわ。全く引かない彼女に、私はとあることを告げた。それじゃあ、この家売るしかないわね。え？だってあなたがここにいるなら住めないし、マサトも困るでしょう。だから私はこの家を売ることにしたわ。ちょっと待ってよ。何言ってるの？貧乏人のあんたにそんな権限なんてないでしょ。あなたこそ何を言ってるの？ここは私の家よ。私に売る権利があるわ。私がそう言うと、ゆかさんは悔しそうな顔をした後に、負け惜しみなのか、私をバカにしてきた。たまたま遺産でこの家を手に入れたからって、自分が資産を持っているような顔をしないでくれる。美人である私なら、今から夜の仕事でもすればあんたの数倍は稼げるようになるんだから。そう言って高笑いをするゆかさん。勘違いしている彼女に、私は名刺を渡してあげた。私の数倍稼ぐというなら、相当頑張んないといけないんじゃない？彼女は私の名刺を見て目を見開いた。え？エステティックサロンの社長？私は経営者で、この家も私が買ったのよ。主人は主婦として家のことに専念してくれていたわ。この家の稼ぎ頭は私なのよ。だからマサトも自分が思うように働けない時に私を頼ってきたのよ。そう、そんな。ゆかさんは散々バカにしていた私が自分よりもはるかに成功していることを知り、ショックを受けていた。そしてそれにとどめを刺すように弁護士が口を開いた。働く意思はあるようですし、このままゆかさんの有責離婚で話を進めましょう。あと、もしこの家が売れてもなお、ここに居座ったら不法侵入として捕まりますので、ご注意くださいね。ゆかさんは顔面蒼白の状態でその場にへたり込んだ。ゆか、俺はお前を絶対に許さないからな。慰謝料はきっちり全額支払ってもらうからな。その後、息子夫婦は離婚し、息子は彼女と不倫相手たちに慰謝料を請求。一括では支払えないので分割での支払いになったそうだが、今のところ彼女は支払いをしているらしい。まあ弁護士の方が優秀で、支払いが滞ったら給料を差し押さえすると言ってくれたから、それが効いているようだ。一方、私は息子とバリアフリーのマンションに一緒に住み始めた。ここなら息子も生活をしやすいし、私の老後も安泰だ。これからも私は一生懸命働きつつ、息子との生活を守っていこうと思う。え、
ちょっとお母さん、どこに行くんですか？ハワイだよ。ハワイって、そんなお金どこにあるのだろうか。その時私はハッとした。なんと娘の大学の入学金用として貯めていたお金がなくなっていたのだ。あなた、どういうつもりよ？俺は親孝行をするんだ。その邪魔をするな。じゃあお土産買ってくるわね。そう言ってニヤニヤしながら家を出ていく二人。私は二人の背中を見ながらそっとつぶやいた。いつまでもあると思うな嫁と家。私の名前はのぞみ、46歳の主婦だ。夫のまさとと娘のまい、そして義母の4人で暮らしている。もともとは親子3人で暮らしていたのだが、5年ほど前に義父が亡くなってから夫が無理やり義母を家に連れてきた。私は正直言って義母との同居生活は嫌だった。義母は私のことを明らかに嫌っていたからだ。最初にそう思ったのは結婚の挨拶の時。あら、なんだか地味な人ね。マサトとは不釣り合いなんじゃないかしら。いきなりそんなことを言われて私は開いた口が塞がらなかったのを覚えている。慌てて義父が義母を叱り、私に謝罪してくれたからよかったが、初対面でそんなことを言ってくるなんてものすごい非常識な人だなと思った。母さんがひどいこと言ってごめんね。別に気にしなくていいから。夫は後でそのように私に言ってくれたが、その時に義母に注意をしてほしかった。この人は直接義母に強く出れないのではないかと、私は少し不安になったのを覚えている。それでも彼のことが好きだったから結婚をした。それに、同居とかはしないだろうと思っていたから。だが夫と暮らし始めてから、私は予想していなかった嫌な事実を知ることになる。それは夫が亭主関白だということだ。結婚したからには仕事は辞めてもらう。え、あなた私に結婚後も働いていいって言ってたじゃない。最初はそう言ったかもしれないが、やっぱりダメだ。すぐに辞めて家庭に入れ。そんな、いきなり言われても困るわよ。会社を辞めるには最低でも1ヶ月前までに言わないといけないし。じゃあ絶対に今月中に辞めろ。夫はそう言って私に辞める以外の選択肢を与えなかった。私は結局1ヶ月後に会社を辞めて専業主婦になった。この時から夫に対して少し不信感を抱くようになっていた。この人はいざという時に私のことを守ってくれるのだろうか。そんな不安を感じていた時、私が妊娠していることが分かった。私が妊娠したことを夫に報告すると、夫はすごく喜んだ。寝かしたぞ、のぞみ。そんな風に褒めてもらえて、私はとても嬉しかった。そしてそれからというもの、夫は私にすごく優しくなった。大丈夫か、のぞみ。あまり無理はするなよ。辛いなら出前を取ってもいい。母子ともに健康でなくてはいけないからな。つわりで苦しんでいる私にそう言ってくれて本当に嬉しかった。そして妊娠をしている時だけは義母も優しかった。のぞみさん、何か手伝うことはない？買い物とか代わりに行ってくるわよ。ありがとうございます、お母さん。義母は結婚当初から顔を合わせるたびに私をいびってきていたのだが、妊娠中だけは人が変わったように優しかった。だが出産が近づいてきた頃、再び嫌な出来事が起きた。それで、生まれてくる子の性別は分かったの？義母と夫と3人でゆったりとお茶をしている時に、義母が聞いてきた。はい、女の子だそうです。私がお腹をさすりながらそう言うと、空気が凍りつくのを感じた。異常を察した私は、夫と義母の顔を見た。二人ともゆっくりと目を閉じて開き、ため息をついた。やっぱり役立たずの女ね。え？
俺たちが親切にしてきた時間を返せよ。ちょっとどういうこと？普通は最初に男の子を産んで夫の家族を安心させるのが嫁の務めだろ。え？私と主人の家計がここで途絶えたらどうするつもり？そんな、夫と義母は生まれてくる子供が女の子だと分かった瞬間、手のひら返しで態度を変えたのだ。それからは私がどんなに体調が悪くても気遣ってくれることはなかった。どうして晩ご飯ができてないんだよ。ごめんなさい、体調があまり良くなくて。妊娠は病気じゃないんだ、サボってんじゃねえ。そうやって怒鳴り散らして夫は義実家にご飯を食べに帰った。私は体調が悪いのにずっと一人にされて心細かった。そして娘が生まれてからのことも不安に思った。もしかしたら娘のことも存在に扱うのではないだろうか。そんな不安を抱えながら私は出産をした。娘が生まれると夫も義母も可愛いと言って嬉しそうに娘を抱いていた。その様子を見て私はほっと一安心をした。とりあえずは娘のことを大事にはしてくれそうだ。実際夫は娘を溺愛していて仕事も早めに切り上げて帰ってくるようになった。夫が娘をあやしてくれるおかげで私は夜にゆっくりお風呂に入れたし、その隙に作り置きのおかずを作ったりすることもできた。だが私への態度は相変わらずだった。日中に舞の世話はちゃんとしてるのか？ちゃんと母乳を飲ませてるか？ええ、ちゃんとやってるわよ。舞に何かあったら許さないからな。そう言って私を睨みつける夫。これが妻に向ける目だろうか。喧嘩漫画だったらバチバチと火花が飛んでいる描写が描かれそうなほどだ。そして面倒なことに義母も頻繁に家にやってくるようになった。舞ちゃんに会いに来たわよ。のぞみさん、お茶とお菓子をすぐに用意してちょうだい。私が家事をしているとか一切気にせずにアポなしでやってくる義母。やっと娘を寝かしつけて静かに掃除をしていたところだったのに、義母は娘を勝手に抱き上げて起こしてしまった。すると大泣きをし始める娘。ちょっとのぞみさん、舞が泣いてるわよ。お前が泣かせたんだろうと思いながら私は掃除を中断して娘をあやす。私がちらりと義母の方を見ると食卓でお茶菓子を優雅に食べていた。本当に自分勝手で私のことを存在に扱う義母と夫にはうんざりしていた。それから時が流れ、娘が3歳になって幼稚園に入ったので、私はパートに出ることにした。家にずっといると義母がやってきてしまうし、それに将来的に娘の学費を貯めた方がいいと思ったからだ。だが私がパートで働くと言うと、夫は反対した。お前は俺の稼ぎが少ないと文句を言うのか。なんてひどい嫁だ。そういうわけじゃないわよ。ただお金のことを気にせずに舞に十分な教育を受けさせるために働こうと思ってるのよ。私が娘を理由にパートに出ると言うと夫は少し悩んでいた。舞のためならまあ仕方ない。だが絶対に家事の手を抜くことはするなよ。わかった、それは約束する。こうして私はパートに出て働けることになった。どうして嫁なのに働いているのよ。普通は家庭を支えるものでしょう。義母はそのように文句を言ってきたが、私は気にせずに働いた。義母と顔を合わせる機会が減ったので、私はストレスが減り、さらに再び社会とつながることができたので、精神的にも金銭的にもパートを始めてよかったと思った。職場の人たちと会話をすることで、他にも嫁姑問題とか、夫とのことで悩んでいる人がいることも分かり、気が楽になった。そうして私は、パートと家事を両立する生活を過ごした。あっという間に時は流れていき、
娘も中学生に。だがこの頃に義父が亡くなってしまい、夫が義母が一人じゃかわいそうだからと家に勝手に連れてきた。この時から再び私の辛い日々が始まった。ちょっとのぞみさん、私は朝はパンがいいんだけど、あと目玉焼きは君にしっかりと火を通して。義母の怒鳴り声で朝を迎える私。義母は私が嫁いでから十何年経ってもずっと私のことをいびってきた。今までは離れて暮らしていたからとりあえず我慢できたのに、同居が始まってしまっては逃げ場がない。私は精神的に本当にきつかった。するとそんな中、娘が私の味方をしてくれるようになった。おばあちゃん、どうしてお母さんにそうやってきつく当たるの？え、いやいや、私は姑として嫁を教育しようと。そんな感じには見えないよ。お母さんをいびって楽しんでいるように見えるよ。お母さんのこと苦しめないで。そんな、私は。娘に厳しく言われて義母はたじろいでいた。それからというもの、義母は娘がいる前では私をいびることをやめた。私と二人きりの時は相変わらずいびってきたが、それでも度が過ぎた時に娘に相談すると、娘が後で怒ってくれた。義母は私が言い返しても何倍にも返して対抗してくるが、やっぱり孫には弱いのだろう。娘から責められるとおろおろとしていた。娘が味方をしてくれるというだけで私はかなり気が楽になった。だがそれから数年経った頃、さすがに何度も娘に怒られたことで、義母も娘に対しても言い返すようになった。そして夫に告げ口をして、夫を味方につけようとしだした。そのため夫は娘を叱りつけ、私にもどういうしつけをしてるんだと怒るように。娘は義母の味方をする夫に反抗し、家の中は義母と夫対私と娘という構図が出来上がっていった。家の雰囲気が悪い状態が続きながらも、娘がこれから受験を迎えて大学に進学することを考えると、そう簡単に離婚には踏み切れなかった。だがそんな中で、私の堪忍袋の糸口が切れる出来事が起きた。それは娘の高校の卒業式の日のこと。今日くらいは喧嘩はせずに、家族みんなで娘の卒業を祝おうと私は思っていた。だが、朝出かける準備をしていると、靴を履く音が聞こえてきた。私は慌てて玄関へ。すると義母が大きな荷物を持って、家を出ようとしていたのだ。え、ちょっとお母さん、どこに行くんですか？ハワイだよ。ハワイって、どういうことですか？私と息子はこれからハワイに旅行に行くんだよ。は、何言ってるんですか？これから舞の卒業式があるんですよ。は、あんな生意気な小娘の卒業式になんか出て何が楽しいのさ。それなら私は私を愛してくれる息子と楽しい旅行を選ぶよ。そんな。私が義母の発言に驚き固まっていると、後ろからキャリーケースを持った夫がやってきた。ちょっとあなた、本気で旅行に行くの？自分の娘の卒業式に参加しない親がどこにいるのよ。うるせえな。別に俺が行かなくてもいいだろ。今日から海外旅行を母さんと満喫してくるからな。娘をほったらかして海外旅行に行くなんて信じられない。そして私は他にも気になることがあった。そんなお金どこにあるのだろうか。夫は貯金が苦手で散財をしやすい人だ。だから私が頑張って家計をやりくりしているほどだ。そのためお金の出どころがわからなかった。その時私はハッとした。慌てて私は通帳を確認した。嘘でしょ。なんと、娘の大学の入学金用として用意していたお金がなくなっていたのだ。あなた、どういうつもりよ。
もしかしてこのお金を使って旅行に行くの？ああ、だってこれは俺の金だろう。俺は親孝行をするんだ。その邪魔をするな。何言ってるのよ。これは私がパートで働いて貯めたお金よ。あなたが引き出した金額は、舞の大学の入学金に相当する額よ。別にいいだろ。まだ通帳には金はあったし。夫はそう言って靴を履き出した。本当に信じられない。この男は一体何を考えているのだろうか。じゃあお土産買ってくるわね。そう言ってニヤニヤしながら家を出ていく二人。私は二人の背中を見ながらそっとつぶやいた。いつまでもあると思うな嫁と言え。私はため息をつき、心配そうに私を見つめていた娘を抱きしめた。お母さん、私大学に入れないの？うん、心配しなくて大丈夫よ。舞が頑張って合格した大学には必ず通わせるから。娘にそう言って私たちは卒業式に参加した。そして帰宅してから私はとある作戦を考えて実行することに。それはこの家を売ることだ。実は今私たちが住んでいる家は父の名義で買った家なのだ。結婚して割とすぐに子供ができただろう。まだ雅人君はそこまで稼ぎがないだろうし、私がのぞみたちのために家を買ってあげるよ。そう言って父は私たちに家をプレゼントしてくれたのだ。きっと夫はそんな昔のことは忘れて自分が買った家だと思い込んでいるのだろう。だから私はすぐに父に連絡をして家を売ってもらうことにした。幸いすぐに買い手が見つかり、私は娘と一緒に引っ越しの準備を始めた。夫と義母の荷物については事情を説明して義弟の家に送らせてもらった。義弟は本当に兄と母がご迷惑をおかけしてすいませんと謝ってくれた。きっとあの二人と暮らしていた頃は義弟も苦労したことだろう。荷物をすべて撤去し終えた私と娘は、とりあえず私の実家で一時的に住むことにした。するとハワイから帰国してきた夫たちから連絡が来た。おい、どうなってるんだ？なんで家の鍵が開かないんだよ。ああ、それは家を売ったからね。私たちのものじゃないから、すぐに鍵を変えたのよ。はあ？どういうことだよ。なんで俺の家を売ってんだよ。やっぱり忘れてるのね。あの家は私の父の名義の家でしょ。あなたとお母さんは越えてはいけない一線を越えたわ。だからもう私も容赦はしない。あの家にあなたたちの居場所はないし、私はあなたと離婚するわ。離婚？ちょっと待てよ。今更離婚なんて何考えてるんだよ。今更じゃないわよ。今も私はあなたたちに苦しめられてたんだから。まああなたたちは家政婦を失って困るかもしれないけどね。そんな、っていうか俺たちの荷物はどうしたんだよ。それはあなたの弟に事情を説明して荷物を送らせてもらったわ。なんだと？何をしてくれてるんだのぞみ。え？あいつと俺は仲が悪いんだ。ええ、知ってるわよ。でも他に送れるところがないから仕方ないじゃない。とにかく、私はもうあなたたちを許さないから。離婚については弁護士を通して話し合いましょう。そう言って私は電話を切った。義母がワーギャー騒いでいる声が聞こえてきたが、義母に電話を代わられる前に切って、着信拒否をしてやった。その後、私は弁護士を通して夫に離婚を要求。夫は最後まで渋っていたが、最終的に承諾した。ちなみに義弟はやっぱり義母と夫から存在に扱われていたらしく、その恨みを少し晴らすために義母と夫の荷物を次々と売り払ったらしい。そしてそのお金で海外旅行へと旅立ったそうだ。
義母と夫は残った荷物を回収したくても、義弟が旅行に行ってしまったので、回収することができず、夫は慌ててスーツやカバンを購入して、ビジネスホテルから会社に通ったらしい。そして貯金が全くない彼らなので、新しい部屋を借りても、家具や家電をすぐに揃えることができず、困っていたそうだ。義母は今まで私に家事を押し付けていたし、さらには高齢になり、体が思うように動かせなくなったので、現在は元夫が仕事をしながら家事をして、さらには義母を病院に連れて行ったりせざるを得なくなったそうだ。今まで私に押し付けてきたことのツケが回ってきたのは、本当にいい気味だと思う。一方、私は父の知り合いの会社で、事務員として働かせてもらえることになった。今は安定した収入を得ながら、娘の大学の費用も支払うことができている。これからも私は娘と自分の親を大事にしながら、シングルマザーとしてたくましく生きていこうと思う。俺、いいこと思いついたんだ。今のように手取り10万でも、俺はすでに素晴らしいものを持っていたってね。え、一体何？家だよ。え？だから、俺たちが建てた新居。は、一体この人は何を言っているのだろうか。ちょっと待ってよ。あなた正気で言ってるの？俺は大真面目だよ。ゆかだって泣いて喜ぶに違いないぜ。新居をあげるなんてこと、私が許すはずないでしょ。うるさい。とにかく新婚の妹に俺たちの新居をあげる。これは決定事項だ。嫌なら離婚だ。この時私の中で何かが完全に切れた。わかったわ、離婚しましょう。もうあんたとはやっていけないわ。私の名前はのぞみ、33歳の会社員。同い年の夫のまさととは結婚して3年になる。お互い会社員として働いて豊かに幸せに過ごしていたのだが、一つだけ問題があった。それは義妹のゆかの存在だ。義妹は夫と私の4歳年下なのだが、夫ととても仲が良く、それは少し度が過ぎているように感じるほどなのだ。いわゆるシスコンだ。結婚当初はほぼ毎日のように新婚の私たちの家に遊びに来ていたし、デートのはずが3人で出かけるなんてこともあった。これ以上こんな状態が続くなら正直離婚も、なんて考えたこともあったが、そのタイミングで義妹が地方に転勤になったので、それからは義妹が頻繁に遊びに来ることはなくなった。夫がとても悲しそうにして、俺たちもゆかが住む県に移住しないと言ってきた時はぶん殴りそうになったが、それからは義妹は夫とは正月などに義実家で集まった時に会う感じになっていた。そのため夫も私にだけ構ってくれるようになり、しばらくは結婚生活はうまくいっていた。だがつい最近、そんな平和な日常に不穏な影が。どうやら義妹がまたこっちに戻ってきたそうなのだ。夫は大喜びで私にそれを報告した。またゆかとたくさん遊べる、楽しみだよ。本当に兄弟なのか、というほどの溺愛ぶりに私は呆れたし、ちょっと気持ち悪くさえも思った。だが義妹はただ単純にこっちに戻ってきたわけではなかった。今は結婚を前提としてお付き合いしている人がいるらしい。現在は同棲をしていて、なかなか夫と遊ぶ時間は作れないとのこと。そんなの当たり前だ。夫は落ち込んでいたが、さすがに妹の恋愛まで邪魔する権利はないよな、と言った。意外にもまともな発言をしたのでびっくりしたが、後で冷静に考えると、私たちが新婚の時は散々義妹を家にあげて二人の時間をなくしてたよなと腹が立った。私より義妹の方が大事なのかよ。ちょっと嫉妬めいた気持ちまで出てきてしまい、自分が少し嫌になった。
それでも義妹が戻ってきても前のような状況に戻らないのは良かった。私たちは結婚当初から予定していた新居の購入を実際に実現させようと話していたところだったので、義妹によってその計画が崩れてしまうのではないかとヒヤヒヤしていたのだ。夫も新居についてちゃんと考えてくれているようで、私たちはついに念願だった一軒家を購入した。いろいろとこだわって注文をしたので、完成には何ヶ月かかかるようだ。現在私たちは賃貸に住んでいるし、完成まで待つことは全然できる。私はようやく念願のマイホームが手に入るのだと嬉しくなった。しかしそんな中、信じられないことが起きた。なんと夫が突然仕事を辞めてきたのだ。え、なんで？これからローンだってあるのに。いやいや、全く働かないわけじゃないから。土日にアルバイトをするつもりだよ。どうしてそんなことをするの？だって平日に働いてたら、ゆかと遊べないじゃん。は、この人は本当に大丈夫だろうか。普通に考えて、住宅ローンが今から始まるこのタイミングで仕事を辞めるとかどうかしてるとしか思えない。妹と遊ぶために仕事を辞めるとか。私は呆れてしまった。どうやら夫は義妹と一緒にいる時間を作りたくて仕事を辞めてしまったらしい。現在義妹は働いていないらしく、彼氏さんの給料で生活しているらしい。結婚後は専業主婦になるらしいので、今から働かなくてもいいだろうという判断だそうだ。まあそれもどうなのかなと思うが、それよりも何よりも夫の行動が一番ありえない。これからが大事だって時にどうしてそんなことをいきなりしだすのか。やはり義妹絡みとなると夫は常識外れなことをしでかすようだ。それから夫は平日にしょっちゅう義妹と会っては遊んでるようだ。しかも夫は見えっ張りでもあるので、義妹とランチに行ったりすると必ずおごっているらしい。そのため土日で稼いでくるお金があっという間になくなっていく。まあ夫の稼ぎは手取り10万程度なので、そんな風にお金を使っていればなくなるのは当然だ。私が夫にまた正社員として働いてほしいと訴えても全く聞く耳を持たない。こんなことでこの先この人とやっていけるのかと私はとても不安になった。そんな中、私は友人からさらに驚きの事実を告げられた。というのも、友人の旦那が働くカーショップに夫がやってきたそうなのだ。その時点で私は驚いた。なんで貧乏な夫が車を買おうとしているのかと。詳しく話を聞くと、なんと夫は義妹がもうすぐ結婚するので結婚祝いとして車をプレゼントしようと考えたそうなのだ。それで私の友人の旦那がディーラーをしていることを思い出し店を訪ねたそうだ。私の夫は高級車ばかり見ていて、友人の旦那はとても心配になったらしい。いくら大事な妹の結婚祝いだからといって高級車をプレゼントするのはやりすぎじゃないかと。いやいや、どんな兄弟愛なんだよ。奥さんである私にちゃんと許可をもらっているのか不安になり、友人の旦那はじっくり考えて決めましょうと決断をすぐにさせずに、一度私に話が伝わっているか確認しようと思い先回りで私に連絡をくれたようだ。友人の旦那には本当に感謝だ。私は夫が裏でそんなことをしているなんて一切知らなかったのだから。その日仕事から帰宅した私は早速夫を鬼の形相で問い詰めた。ちょっとどういうこと？あんたゆかちゃんの結婚祝いに車を買おうとしてるんだって？ええ、なんだよ。なんでお前のところに話が伝わってんだよ。あんたがわざわざ私の友人の旦那が働く店に行ったからでしょ。知り合いの店なら安く買えるかもと思って行ったのに、
ダメなディーラーだな。客の個人情報を勝手にばらしやがって。優秀な人でしょうが、心配して私に確認してくれたんだから。だいたいあんたの安月給で車なんてプレゼントしようだなんて思うなんて頭おかしいわよ。何を言ってんだよ。大事なユカが結婚するんだぞ。盛大に祝ってやるのが兄の務めってもんだろうが。それよりも先に夫の務めを果たしてよ。平日は働いてないくせに家事もしないし、そもそも妹と遊びたいからって仕事を辞めてくるって何？ありえないんだけど。一人っ子のお前には兄弟の絆についてはわからないだろうさ。あんたんところは異常でしょうが、兄弟いなくてもそれだけはわかるわ。はあ？お前は本当に失礼なやつだな。俺はただ妹を可愛がり大事にしてるだけだ。どうしてそれがわからないんだよ。ダメだ。このまま話してても何にも解決しない。とにかく車をプレゼントするのは絶対になしよ。もっと現実的に物事を考えて。友人の旦那には絶対にあんたに売らないように言っておくから。こんな風に私と夫は盛大に喧嘩をし、それから数日は口を聞かない日々を過ごした。今回ばかりは本当に許せない。これ以上夫が義妹関係でやらかすのなら、私は夫と別れることも考えないといけないだろう。だから今回は必ず夫の方から反省して謝ってくるのを待とう。私が折れることは絶対にしない。だがそんな私の思いとは裏腹に、夫は信じられない発言をしてきたのだ。ある日、私は夫に話があると言われて、今のソファーで向かい合って座った。しばらくの沈黙。私が全く口を聞かなかったから、さすがに本気で怒ってることが伝わったのだろうか。夫は、この前は悪かったよ。言い過ぎた。と謝ってくれた。車をプレゼントするのもやめるよ。今新しいものを買うことはできないしさ。私は夫がちゃんと反省してくれたのだと嬉しくなった。分かってくれてありがとう。義妹のことになると冷静な判断ができなくなる夫だが、今回はちゃんと踏みとどまってくれたようだ。あとはこのまま再びちゃんと正社員として働き始めてくれればいいのだが、私がほっとしていると、次の瞬間夫は口を開き、それでユカへの結婚祝いのことなんだけど、と話し始めた。ああ、何をあげるの？結婚祝いなら食器とか実用性のあるものとかがいいと思うけど。いやいや、そんなちゃっちいものはあげないよ。俺、いいこと思いついたんだ。夫はニヤッと笑い、今のように手取り10万でも俺はすでに素晴らしいものを持っていたってね。え、一体何？家だよ。え、だから俺たちが建てた新居。は、ユカに俺たちの新居をあげるんだ。どう？新婚の祝いとしてこれ以上ないほど大きなプレゼントだろ。私は言葉を失ってしまい、腰を抜かしそうになった。一体この人は何を言っているのだろうか。ちょっと待ってよ。あなた正気で言ってるの？俺は大真面目だよ。ユカだって泣いて喜ぶに違いないぜ。呆れた。あんた本当にアホだったのね。そりゃ新居をもらえば泣いて喜ぶに決まってる。新居をあげるなんてこと私が許すはずないでしょ。だいたいローンはどうするのよ。それはまあなんとかなるだろう。俺が払うし、足りない分はお前とか、あとはユカの旦那さんとかに賄ってもらえば。ふざけないで。私は自分が住まない家のローンなんて払いたくないわよ。お前は本当にわがままだな。俺の身内をそんなに大事にできないのか。あんたの基準に合わせられるわけないでしょ。うるさい。とにかく新婚の妹に俺たちの新居をあげる。これは決定事項だ。
嫌なら離婚だ。この時私の中で何かがプツリと切れた。私は間髪入れずに、わかったわ、離婚しましょう。もうあんたとはやっていけないわ。私はそう言ってすぐに役所に行き、離婚届を取りに行った。そして家に戻り、記入済みの離婚届を夫に突きつけた。夫は、俺の妹を大事にできない奴とは結婚生活を続ける必要なんてないな、と言い離婚届にサインをした。この人とのことは一生かけても理解できないだろう。私はお互い記入済みの離婚届を持ち、荷物をまとめて速攻で実家へ帰ることに。その途中で役所に離婚届を提出し、夫との結婚生活に終止符を打った。まさかこんなにあっさり別れることになるとはな。少し拍子抜けだったが、もうあんな男に振り回されたくない。幸い夫がまだ正社員の時に家を購入していたので、家のローンも夫名義だ。だから私は財産分与として自分が入れていたお金を共有口座から下ろして夫とおさらばした。その後は単身用のマンションで一人平和に暮らしていたのだが、離婚して1ヶ月ほど経ってからいきなり元夫から電話がかかってきた。のぞみ、俺が悪かった。戻ってきてくれ。は、今さら何。もういろいろと大変で、俺一人では対処できないんだ。元夫は離婚してからのことを聞いてもいないのにベラベラと話し出した。元夫は義妹に新居をプレゼントすると言って家を見せてあげたらしい。義妹は大いに喜んだらしいのだが、元夫がローンについて話し始めると途端に機嫌が悪くなったそうだ。普通プレゼントでローンが残ってる家をあげるなんておかしいでしょ。だいたいお兄ちゃんのバイト代でこんな立派な家のローンが支払えるわけないじゃない。私の旦那に支払わせるなんてことは許さないから、そんなことになるなら新居なんていらないわ。そんなことを言われ義妹から受け取り拒否をされたらしい。そのため元夫は仕方なく自分で住み始めたのだが、まずローンが支払えない、これじゃやばいと思い、平日の日中も働こうと思ったのだが、なかなか今までと同じくらいの給料を出してくれる会社に採用してもらえず、安月給のブラック企業にて働くことになったそうだ。だがサービス残業ばかりでほとんど家にいる時間も少なく、その上で給料はほとんどローンの返済。不動産屋に家を売りたいと相談したところ、買い値よりだいぶ安い値段でしか売れないらしく、売ったところで1000万ほどの借金を抱えることになるらしい。そのため私とよりを戻して一緒に住むという案が浮かんだらしい。自業自得でしょ、一人で何とかしなさいよ。私はそう言って電話を切ってやった。そして着信拒否にして一切連絡が取れないようにしてやった。その後の元夫についてだが、共通の友人の話だとどうやら家は売ったらしい。ローンをひたすら払い続けるよりも安いアパートに住んで借金を返す方が賢明だと判断したらしい。その判断だけは評価してやろう。まあどっちになっても正直ほとんど地獄なので、ざまあ見ろって感じだ。一方で私は身の丈に合った生活をしながら順調に貯金を続けている。このまま堅実に生活を続けて、いつかは自分のお金だけでマイホームを一括購入とかしたいななんて夢見ている。母ちゃんだったのか。いきなりの夫の登場に義母は飛び上がって驚いた。この鬼ババア。普段乱暴な言葉を使わない夫の精一杯の悪口だ。今までどんな思いでのぞみちゃんが耐えてたと思ってんだ。違う、私はただのぞみちゃんの。言い訳するな。
私はのぞみ、35歳の専業主婦だ。つい先日、双子の兄弟を出産したばかりだ。本当は、里帰り出産を希望していたが、母親が怪我をして入院してしまったこともあり、夫の正人と暮らす家で育児をしている。夫とは協力しながら、二人で頑張っていこうと話していたが、まさかあんなことになるとは想像もしていなかった。双子を出産し、アパートに帰ってきて二日目の朝、突然インターホンが連打された。こんなことをするのは一人しかいない。モニターを確認すると、やはり、そこには義母の姿がある。今は相手にしたくないな。しかし、孫に会いたいであろう気持ちをおもんばかって、ドアを開けた。すると、義母が勢いよくドアを開け、ずかずか大きな音を立てて部屋の中に入ってきた。あまりにも大きな足音で双子は目を覚ます。ああ、また寝かしつけか。双子を両手に抱えてあやしていると、義母はそれをじっと見つめた。あなた、ダメよ。そんなんじゃ。それじゃ子供は寝ないわよ。声が大きい。お母さん、声のトーンを落としてください。あ、なんだって。絶対聞こえてるだろう。子供たちを寝かしつけたいので、静かにしてください。そんなんじゃダメだよ。やわな子に育っちまうよ。子供はね、雑音の中で育てるもんだよ。寝てたって、隣の部屋で掃除機をかけるもんさ。そうですか。でも、まだこの子たちは新生児なので、それはおいおい実践させていただきますから。それにしても汚い部屋だね。義母はサッシをなぞり、埃を確認している。あんた、子供を産んだからって家事をサボってるね。今はそこまで手が回らないんです。子供を言い訳に使うんじゃない。言い訳ではなく事実です。お母さん、お願いですから、静かにしてください。ふん。義母はまたもどかどかと足音を立て、乱暴に冷蔵庫を開け、勝手にお茶を取り出し飲んでいる。ああ、お母さん。何よ。あんたの方がうるさいじゃない。コップで飲んでください。そのまま口をつけるのはやめてください。は、私はあんたのためを思ってコップを使わなかったのよ。洗い物が増えたら、あんたが大変だと思ったから。嘘だ。義母はいつでも2リットルのペットボトルに口をつける。私が細かいのか。私は、前々からこれがとても嫌だった。それにしても泣き止まないね。それはあんたがいるからだ。お腹空いてるんじゃないかい？さっさと母乳を加えさせるんだよ。うちは甘味なので。なんだいそれは。100% 粉ミルクです。はあ、だからよ。だから、その子たちいつまで経っても泣いてるのよ。かわいそうね。母乳が出ない母親なんて、この子たちが不憫だわ。一番気にしていることを言われた。双子の出産は帝王切開だ。看護師曰く、帝王切開だと母乳が出るのが遅れることがあるという。そしてそれに漏れなく私は該当してしまった。10日間の入院中に看護師が何度かマッサージを試みてくれたのだが、母乳は出なかった。私は思わずカチンと来てしまい、義母を追い出した。両手が塞がっていた私は、義母を足げにした。さすがにそれはやりすぎだったかもしれない。他にやりようがあったのかもしれない。そんなことを思いながら大きなため息が漏れる。その後、子供たちはすんなり寝てくれたが、またあの義母の突撃があると思うと気持ちが落ち着かない。夫に相談しようと考えたが、夫は多忙の中、寝る時間を削って双子の育児に積極的に取り組んでいる。
そんな夫をこれ以上疲弊させるようなことはできなかった。その後も義母は毎日のように押しかけた。そしてああでもないこうでもないと文句をたらたら言うだけで、双子の育児の手助けをしてくれようとはしない。そんな生活が一週間続いたある日、夫が血相を変えて私を抱きしめた。何？どうしたの？のぞみちゃん、ごめん。俺、もっと育児やるよ。いやいや、今でも十分してくれてるよ。昼間は私に任せてね。ダメだよ。俺、育休取る。あはは。そんな必要ないよ。だって、のぞみちゃん、ストレスだよね。え？のぞみちゃん、気がついてないの？何が？のぞみちゃん、髪の毛が。は、何？何？言って。髪の毛が抜けてるよ。は。私は急いで洗面所で確認した。なんと後頭部の一部分がごっそり抜け落ちている。時が止まる私を夫は心配そうに見つめている。もうやだ。私は涙があふれ出し止まらなくなってしまった。夫はおろおろとしながら私の手を握っている。気づけなくてごめんね。俺、明日から休み取るから、のぞみちゃんはゆっくり休んでね。優しい夫を目の前に義母のことが言えなかった。髪が抜け落ちた原因は双子の育児じゃない。義母の突撃訪問、そして延々と続く嫌味攻撃が原因だ。それが言えたら楽になるのか。でも夫がこの事実を知ったら悲しむよな。自分の母親が私を追い詰めているとは思ってもいないだろう。夫は翌日から本当に育休を取った。夜中のおむつ替えやミルクをせっせと作っては双子に与えていた。やっぱり俺がいない間大変だったでしょ。今まで一人でありがとう。そんな夫の優しい言葉にまたも涙腺が緩む。しかし気合の入りすぎた夫は寝不足でお腹を壊してしまったようだ。ごめん、のぞみちゃん、またトイレ。その間だけ双子ちゃんお願いしてもいい？あはは、大丈夫だよ。ゆっくり出してきて。ごめん、ありがとう。夫は足早にトイレへ入った。ああ、こんな生活がずっと続いていってくれたら幸せだな。しかし時刻は朝8時。そろそろ義母がやってくる時間だ。それを考えるだけでめまいがする。そして恐怖の時間がやってきた。嫌なインターホンが鳴る。来た。私は黙ってドアを開けた。遅い。もっとちゃっちゃと開けなさい。義母はドカドカと足音を立て部屋の中へ突き進む。そして泣く双子たち。ほら、早く子供を抱き上げなさい。あの、お母さん、今日はマサ。いいから早く子供を抱く。あ、はい。義母は私に話す隙を与えずどんどんと指示を出した。相変わらず家も汚いわね。あなたの仕事は育児だけじゃないのよ。家事もちゃんとやりなさい。両手に抱きかかえた双子は大泣き。そして私も涙がこぼれた。やだ、ちょっと。何よ、泣くことないじゃないの。義母の前で初めて流した涙になぜか義母はうろたえている。しかしそんなことを気にする余裕はない。私はもう何も考えられなかった。するとトイレのドアがバンと開き、夫がドカドカとこれまた義母とそっくりな足音を立ててリビングへ入ってきた。母ちゃんだったのか。いきなりの夫の登場に義母は飛び上がって驚いた。この鬼ババア。普段
乱暴な言葉を使わない夫の精一杯の悪口だ。今までどんな思いでのぞみちゃんが耐えてたと思ってんだ。違う、私はただのぞみちゃんの。言い訳するな。のぞみちゃん、ごめんね。俺。夫は大号泣していた。義母以外全員泣いているというカオスな状態だ。気づけなくてごめんね。大丈夫だよ。私も言えなくてごめん。のぞみちゃんが謝る必要なんてない。諸悪の根源はこの鬼ババアだから。あ、ごめんね。今パパ悪い言葉使っちゃってるけど真似しちゃダメだよ。私はこの人のことが本当に大好きだ。なんかこう気持ちが温かくなる。母ちゃん、もう家に来ないで、連絡もしないで。なんでよ。私はただ。母ちゃん、何してくれてんだよ。のぞみちゃん、ストレスで円形脱毛症になっちゃったんだぞ。え。義母は明らかに動揺していた。もう二度と来ないで。縁切りだから。もう、早く出てって。ちょっと待って、のぞみちゃん。出てけよ。夫は双子を抱きかかえ、両手が塞がっている。そして義母を足げにして追い出した。私と同じやり方をしてる。やはり夫婦だ。義母を追い出した夫は油汗をかいている。子供たちは私が見てるから、トイレに行ってきなよ。ごめん。またすぐ話そうね。夫はダッシュでトイレへ向かった。お腹痛かったんだろうな。でもそんな中、私の危機を察して出てきてくれたんだな。ちょっと笑えるけど、夫は真剣そのものだ。ありがとう。しかし、翌日、驚きの光景を目にすることになる。義父と義母が訪ねてきたのだ。夫も私もモニター越しに二人を確認し、思わず中へ招き入れた。二人は玄関に入るなり、静かな足音でリビングまでやってきた。義母の目はパンパンに腫れている。これはどう見ても泣き晴らした目だ。しかし驚くのはそこじゃない。私と夫はただただポカンと二人を見つめた。のぞみちゃん、ごめんなさい。ソファーに腰掛けることなく、地べたで正座する義母。私はただ、のぞみちゃんに頼って欲しかっただけなの。ちょっと手伝ってもらえますかって言って欲しかっただけなの。でも、のぞみちゃんを追い詰めてしまってごめんなさい。義母は泣きながら話している。いや、それよりも気になって気になって話が入ってこない。父ちゃん、母ちゃん、なんで丸刈り？そう、二人の坊主姿に目を奪われ、私も夫も全然話が入ってこない。女性が髪の毛を失うなんて、そんな苦しいことはないわ。のぞみちゃんの髪の毛が元通りになるまで、私もこのままでいるわ。母さんの暴走を止められなかった私にも責任がある。のぞみさん、本当に申し訳なかったね。妻はがさつなところが多々あるけれど、のぞみちゃんがお嫁さんに来てくれたことを本当に喜んでいたんだ。うちは男ばかりの家族だからね。それで双子ちゃんの妊娠が分かって、妻もいろいろ準備をしていたんだが、その自分から手伝うってことが言えなくてこんな形でこじらせてしまって本当に申し訳ない。頼られているあなたのお母様が羨ましかったの。私も頼ってほしくて、でもそれを素直に口にすることができなくて、あれは嫁いびりよね。ごめんなさい。今日は一言謝りたかっただけなの。絶縁されても仕方がないと思ってるわ。あの、もう連絡もしないし、こちらに来ることもしないわ。これからもマサトのことよろしくお願いしますね。あの、のぞみちゃん、これよかったら読んでみてね。
義母はスクラップブックをテーブルにそっと置くと、二人はそのまま家を出て行った。私は義母の置いていったそれを開く。そこにはぎっしりと母乳が出やすくなる方法の書かれた記事がスクラップされていた。中には義母が産院や助産師に連絡を取ったメモまである。私と夫はただただ無言でそれを見つめた。それからというもの、本当に義母から連絡が来ることも、突撃訪問されることもなかった。3ヶ月後、私の円形脱毛症は完治した。その間、夫から義実家の話をすることはない。だけど、私は義母のことが気になっていた。夫もきっと気になっていたと思う。それでも私のことを思って口にしなかったのだろう。子供たちも3ヶ月経って、それなりに育児のペースつかめてきたよね。そうだね。大変だけど、やっぱり笑った顔に癒されるよね。うん。ねえ、お母さんたちに会いに行かない？え、でも。確かにお母さんにはやり込められちゃったけど、なんか、憎みきれなくてさ。そっか。今週末、会いに行ってみようよ。もちろん、お母さんたちの都合次第だけど。わかった。じゃあ、俺たちも突撃訪問しようよ。え、それはさすがに失礼だよ。いや、そうしよう。夫の考えていることはわかる。あの時の二人が、ただのパフォーマンスだったかどうか見極めたいのだろう。そして私たちは週末、連絡を入れぬまま義実家へ向かった。突然の訪問に二人は驚いていたが、こちらも驚く。二人は綺麗な丸刈りのままだった。のぞみちゃん、その、体調はどうなのかしら？無事、完治しましたよ。あらそう。よかったわ。本当にあの時はごめんなさいね。もういいですよ。あの、スクラップブックありがとうございました。お母さんが連絡してくれていた産院に通ったら、母乳がバッチリ出るようになりました。あら、よかったわ。そうなの。義母はとても素敵な笑顔を見せてくれた。双子ちゃんたちも大きくなったわね。はい、よく飲むし、よく寝てくれます。お母さん、髪の毛、もう伸ばしてくださいね。いいえ、ダメよ。これは私のしでかしたことへの戒めなのだから。お母さん、もういいですよ。お母さん、ちょっとがさつだけど、気持ちは十分伝わりました。違うわよ。私は結構がさつなのよ。ペットボトルにすぐ口つけちゃうしね。私たちは双子を囲んで、義実家で有意義な時間を過ごした。その後、義実家との関係は修復された。今では、1ヶ月に1回どちらかの家へ行き、楽しい時間を過ごしている。義母は頑なに坊主を貫いていたが、4歳になった双子に、髪の長いバーバが見たいと言われ、今は髪を伸ばしている最中だ。子供が生まれたばかりの頃はだいぶパンチの効いた義母だったが、やはり夫の親だ。温かい心を持った義両親だと思う。これからもずっといい関係を築いていけそうだ。本当にダメな嫁だな。いつまで経ってもどんくさいもんね。そう言って私を罵倒してくる夫と義子。家事もしないゴミ嫁は出ていけ。義母なんてそのように言って私に向かって塩まで撒いてきたのだ。おかげで家着が塩まみれでしょっぱい。はいよ。これ離婚届。あらかじめ用意していたのか。承認欄は義母と義子が書いている。私は離婚届を受け取り、自分の名前を記入して荷物をまとめた。お世話になりました。っていうかお世話しましたが正しいですね。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。
夫の正人とは結婚して2年になる。私たちの出会いは合コンで、彼は当時中小企業で働く会社員だった。そして合コンでは彼の方からアプローチをかけてきた。誠実そうだし真面目に働いているし、年齢も私より2歳下で若いし、彼となら安定した生活を送れそう。そう思い私は彼とデートに行くようになった。彼はとても優しくて、紳士的でリードしてくれて私はどんどん彼に惹かれていった。そして私たちは付き合うようになり、順調に交際を進めて結婚に至った。結婚しても私たちは共働きで働いていた。家事も分担してバランスよく幸せに暮らしていて、結婚して2年が経った今もそれは変わらない。だがそんな中で、夫はいきなり仕事を辞めてきた。どうして急に辞めたの？俺には会社員は合わないってことが分かったから。そんな理由で。そんな理由でって、のぞみは俺の味方じゃないの？いや、そういうわけじゃないけど。嫌なことがあったなら相談してほしかったよ。ごめん。でも俺、今すぐ辞めたかったから。頭をかきながらそのように言う夫。私はびっくりしてしまったが、そこまで夫が今の仕事を嫌がっていたとは知らなかった。とりあえずは私がそこそこ稼ぎがあるから大丈夫だが、できれば早めに次の仕事は探してほしいと思う。だがそれから2週間後、夫は驚きの発言をした。俺、タピオカ屋開くわ。本気で言ってるの？原価も安いし、小さいテナントでもやってけるしいいだろ。そんな。だってあなた、飲食店で働いたことあるの？いや、ないよ。だったら無理でしょ。なんでだよ。やる前から勝手に決めつけんなよな。まずはどこかの飲食店で働くとかならまだわかるけど、いきなり店を開くのは反対よ。いいや、俺は店を出すよ。誰かの元で働くってのが俺には合わないんだ。そう言って夫は私の意見など聞かずに、勝手にどんどんとお店を開く準備を進めていった。私は一切協力しないから自分でやってねと言ったのだが、意外にも夫は自分だけで店のデザインとかコンセプトとか決めていってお店の開店準備をしていた。だんだんと形になっていくのを見て、私もまあここまでちゃんとしてるならと、とりあえずは様子を見ることに。そうして夫は本当にタピオカ屋をオープンさせた。店内の雰囲気もいいし、立地も悪くない。これなら本当に繁盛するかも、と思った。だが現実はやはり甘くはなかった。それもそのはずで、もはやタピオカはブームが過ぎ去っていた。買いに来るのは流行りとか関係なくタピオカが好きなコアな人だけ。しかも飲食店での仕事に慣れていない夫は飲み物を作るのもかなり遅い。だからお客さんの手に渡る頃には氷が溶けて飲み物が薄くなってしまっている。そのためリピーターもつかず、話題にもならずで、全然売り上げは上がらない状態だ。まあ、最初の1、2年は利益ゼロを覚悟しろと飲食業界では言われているみたいだから、仕方ないのかもしれないが、それでもこのままじゃ潰れるのは目に見えていた。だから私は夫に早々に見切りをつけて店を畳んだらどうかと話してみた。すると夫は、まだ始めたばっかりなんだから辞めるわけないだろ、と怒り、どうしてやる気をそぐようなことを言うんだよ、と私を責めてきた。こうなると夫は自分の意見を決して曲げずに私を罵倒しまくる状態になるのだが、私も負けるわけにはいかなかった。このままじゃどんどん赤字になって、借金が増えていくだけじゃない。今回ので、計画もなしに飲食店をやるのは無謀だって分かったでしょ。それだけでも十分な収穫だと思うわ。飲食店で成功したいなら、もう少し経験を積んでからにしましょう。
私は頑張って説得をしようとしたが、夫は聞く耳を持ってはくれなかった。どうにかして夫を正気に戻さなければ。そう思っていたのだが、夫は翌日また驚きの発言をしだした。母さんと一緒に暮らそう。え？どうして？だって実家に移り住めば家賃はタダになるだろう。そうすれば利益が少なくても問題ないだろう。それに母さんは父さんが亡くなってからもう何年も一人だからさ。親孝行の意味も込めて同居しようと思うんだよ。夫はそう言って私を説得しようと試みていた。だが私は正直な話、同居にはあまり乗り気ではなかった。というのも義母は私に対しての当たりがきつかったからだ。今までにも正月や盆の時に義実家に行っていたのだが、なんというか私のことを嫌っているような態度をとってくるのだ。まあこれといってひどい嫁いびりをされたことはないが、同居を始めたらいろいろと面倒なことになりそうだとは思った。しかし夫は一向に折れる気配がない。それにこのまま本当に夫がお店を続けるなら、私たち夫婦の生活はどんどん貧しくなっていく。それなら義実家で暮らした方が安心できるだろう。私はメリットとデメリットを比べた時にまだメリットの方が大きいと思ったので、とりあえず同居を承諾することに。そして始まった義母との同居生活。私はすぐに義母の嫁いびりの洗礼を受けた。のぞみさん、ボケっとしてないで掃除に洗濯に料理と早く進めてちょうだい。とろい嫁ね。飲食店のオーナーの嫁なんだからもっとちゃんとしなさいよ。いきなり家の中で響き渡る義母の怒声。私はまさか初日からこんな風に怒られるとは思わなかった。もうすでに気分が重かった。夫はというと、嫁である私が困っているというのに、全くの知らん顔だった。そして義実家での生活で私を困らせる存在はもう一人いた。それは義士だ。私は義実家に移り住んでから知ったのだが、義士は離婚して子供を連れて義実家に戻っていた。そのため同居する相手は義母だけでなく義士とその子供も一緒だったのだ。のぞみさん、なんでアイスがないのよ。え、だってお子さんが昨日2つ食べてたじゃないですか。はあ、そんなこと聞いてるんじゃないわよ。亡くなりかけてる時点であんたが買ってこいって言ってんの。マジで気が利かない嫁。義士も義母と同じように私に対してあれこれと文句を言ってきた。夫は相変わらずで、義士が私を責め立てても興味を持たずに無視をする。あなたが言ったから同居生活を承諾してるんだが。私は冷たい視線を夫に向ける。だが夫はソファーでくつろぎながらスマホをいじっていた。同居して数日も経たないうちに、すでに私のイライラは限界近くまで募っていた。そしてこれも後から知ったのだが、義実家は35年ローンを組んでいて、未だにローンの支払いが残っているらしい。それなのに義母は働かないし、義士も働いていない。現在は義父の遺産と年金から払っているそうなのだ。義母一人だけの生活ならなんとかローンを支払えていたそうなのだが、義士が子供を連れて戻ってきたことで、かなり支払いは厳しくなっているらしい。そのため義母は、同居をするからには、ちゃんとお金を入れてちょうだいね、と言ってきた。家賃がかからないと夫が言ったから、私は同居を承諾したのに、これじゃあ意味がないじゃないか。しかも義母は、生活費もあなたたちに負担してほしいから、月に25万くらいは入れてね、と要求してきた。結局、私は給料から義実家に毎月25万を入れることになってしまった。だが私がおとなしく支払いをしていたのには理由がある。それは夫がそろそろ売り上げが伸びそうな感じがすると言ったからだ。夫の話だと客足が伸びているらしい。夫のお店が軌道に乗れば
生活も安定するだろうと思ったので、私はそれまで耐えることにしたのだ。そしてそれから3ヶ月ほどは頑張って耐えていた。だがその間にも義姉や義母からの嫁いびりは絶えず続いていた。そろそろ限界を迎えそうだった私は、こっそりと夫の店に抜き打ちで行くことにした。だがびっくりするほど客が来ていなかった。私はしばらく遠くから夫の店を見ていたのだが、全く客が入る様子がない。もしかして夫は嘘をついていたんじゃないのか。そんな考えが頭をよぎった。そしてそれと同じタイミングで、私は取引先の新規開拓に成功。それからはその会社と合同で取り組むプロジェクトに責任者として参加することになった。責任者となると、本当にやることが山積みになる。そのため残業は当たり前だし、早めに会社に行かなければいけない時も出てくる。そうなると家事をする時間はどんどんとなくなっていく。できれば専業主婦である義母と義姉にしてほしいのだが、二人は頑なに家事を拒んだ。家事は嫁の仕事でしょう。そう言って義母も義姉もすべての家事を私に放り投げていた。そのため私が仕事が理由でしばらく家事ができないと、洗濯物はたまりまくるし、部屋の中は埃だらけになるしで、本当に大変な状態になる。しかも晩ご飯も私が用意しなければいけないし、残業で遅い日は高級寿司など高いものの出前を取って私以外で堪能している。そして仕事が理由で家事ができないのに、義実家の人たちはこぞって私を責めてくる。最近では義母と義姉だけでなく夫までも私を責めてくるのだ。本当にダメな嫁だな。いつまで経ってもどんくさいもんね。そう言って私を罵倒してくる夫と義姉。家事もしないゴミ嫁は出ていけ。義母なんてそのように言って私に向かって塩まで撒いてきたのだ。おかげで家着が塩まみれでしょっぱい。ひどすぎる。私は私なりに家事を一生懸命頑張ってきたし、他にも生活費を入れたりといろいろと貢献してきた。それなのにこの扱いか。大体ね、あんたマサトの稼ぎで食べさせてもらってるくせに生意気よ。え？そうそう。小遣い程度の稼ぎしかないくせに家事をサボって本当に何をやってるんだか。残業とか言って不倫してるんじゃないの？は？なんだ、お前、俺が頑張って店を切り盛りしている間に不倫してるのか。こりゃ慰謝料ももらわないとな。勝手に私が不倫をしている前提で話を進める義家族。そして義母は引き出しから何やら紙を取り出して私に渡してきた。はいよ、これ離婚届。あらかじめ用意していたのか。夫の部分はすでに記入されていた。証人欄は義母と義姉が書いている。もう限界だった。どうして一番頑張っている私がこんなにも振り回されなければならないのか。こんな家さっさと出て行ってやる。私は離婚届を受け取り、自分の名前を記入して荷物をまとめた。私が荷物を持って玄関へ向かうと、義家族の人たちはニヤニヤしながら私を見送った。これでせいせいするわね。疫病神を追い払えたって感じね。一人で寂しく生きろよ。最低だ。私はこんな人たちのために頑張ってきた自分を少し恨んだ。さすがにこのまま言われっぱなしで去るのは嫌だった。私は吐き捨てるように義家族の人たちに言ってやった。お世話になりました。っていうかお世話しましたが正しいですね。私がいなくなって困るのはあなたたちでしょうけど、せいぜい頑張ってくださいね。私がそう言うと義家族の人たちは目を見開いて何かワーギャー騒いでいたが、私は無視をして義実家を出て行った。その後、私はすぐに離婚届を提出し、単身用のマンションを借りて快適な生活を送り始めた。
なんでもっと早くにこうしなかったのだろうか。あんな家、すぐに出て行けばよかった。自分の判断の遅さに後悔しながらも、私はそれから平和で穏やかな日常を送っていた。ちなみに義母からはなぜか家を出た後に鬼のように電話が来ていた。私をまだ罵倒したりないのか、それとも夫の稼ぎの真実を知ったのか。理由はわからなかったが、このまま相手してもきっと面倒なことになるだけだと思い、私は義母からの電話には出ないことにした。そうして日々を過ごしてあっという間に一年が経った。すると見知らぬ番号から電話が。最初は出ない方がいいかなと思ったのだが、もしかしたら取引先とか仕事関係の電話かもしれない。そう思い、私は慌てて電話に出た。すると電話口から聞こえてきたのはなんと元義母の声だったのだ。あ、のぞみさん、やっと電話に出てくれた。あなた、私の前の番号を着信拒否にしたでしょ。そりゃあれだけ鬼電が来てたらそうするだろう。要件は何ですか？私はいちいち相手にするのが面倒で、早く本題に入ってもらうことにした。そうね。余計な話はせずに単刀直入に言うわ。私たちのところに戻ってきてほしいの。は、何言ってるんですか？お願い、私たち本当に困ってるの。マサトはタピオカ屋の利益が1年経ってもほとんど出なかったってことを後から言い出して、店の家賃などは自分の遺産の取り分から出していたそうなの。そこで初めて私はあなたが家にお金を入れていたってことを知ったのよ。やっと気づいたんですね。初めからあなたが言ってくれていればよかったのに。あれ？いいんですか？そんな態度とって。もう私しか頼る人いないんじゃないんですか？ごめんなさい。今のは取り消しで。この通りだからお願いよ。あなたのことはもういびらないから。私たちのところに戻ってきてちょうだい。電話越しでも義母は本気でお願いしてきているのが分かった。そりゃ35年ローンを支払いながら、大きな子供2人を育てるなんて確実に無理だろう。だがそれにしては義母は今までやりすぎた。残念ですが、私はあなたたちを一生許しません。よりを戻すなんてありえないですから。ローンが払えないなら、家を売ればいいんじゃないですか。まあどうせ、マサトのやつはずっと赤字を出し続けていたから、借金が相当なことになっていそうですけど。その借金を合わせたら家を売るだけじゃ済まないでしょうね。だからこうしてお願いしてるんじゃない。あの子のタピオカ屋は3ヶ月前に潰れたのよ。やっぱり潰れたんですね。でも私にはもう関係のないことですから。離婚もしていますし、あなたにとっては私はゴミとのことですしね。あれはつい感情的になって。もうどうでもいいです。とにかく私はもうあなたたちとは赤の他人なので。あとは自分たちだけで頑張ってください。そう言って私は電話を切った。その後、元木家族について、元夫と私の共通の友人が教えてくれた。何でも元木家族は、家のローンが支払えずに結局家を売ったらしいが、びっくりするほど低い金額で売れたため、多額の借金を背負ってしまった。さらには元夫の店の赤字続きによる借金も加わり、今は義家族全員がバイトを掛け持ちして働き、借金を返済するだけの日々を送っているらしい。一方で私は仕事で昇進し、給料が上がった。今は私自身のためだけにお金を使い、平和で幸せな日々を送っている。来月から母さんと同居するぞ。だから一部屋開けておいて。そう言って物置部屋を指さす夫。私はもう我慢の限界だった。わかった。
じゃあ、私の荷物を運ぶから今から業者を呼ぶね。え？離婚しましょう。私がそう言うと、夫はみるみる顔を青くしていった。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して2年が経つ。私たちの出会いは職場で、私が入社した会社で彼は課長として働いていた。私よりも7歳上で、最初は恋愛対象に入っていなかったのだが、仕事で壁にぶち当たった時に彼は私の愚痴を聞いてくれたり相談に乗ってくれた。それからだんだんと彼に惹かれていき、そして彼もまた私に惹かれていたようで、私たちは付き合うことになった。そして順調に交際を続けていき、1年ほど付き合った後に私たちは結婚することに。お互いの親に挨拶をして、両家の顔合わせも済ませて無事に結婚式も挙げた。周りには年の差を気にする人もいたが、私たちは意外にも相性がいいようで、趣味嗜好なども似ていた。彼とは一緒にいて落ち着けたし、それに私はどちらかというと年上の方が好きだったから、問題ないと思った。新婚生活はとても楽しかった。同じ職場で働いているから一緒に仕事に行けるし、お互いの仕事の状況もわかってるから忙しい時は、家ではゆっくり休ませてあげようとか気を使うこともできる。そうやって私たちなりの新婚生活を楽しく過ごしていた。このまま幸せな結婚生活を送れると思っていたのだが、つい最近状況が変わり始めた。きっかけは、夫が会社を辞めて起業をすると言い出したことだ。え、会社を起こす。ああ、課長としてもまあまあキャリアを積んできたし、これから俺がステップアップしていくなら、今会社を起こすしかないと思うんだ。そう、そう。私は少し不安だった。起業はかなりリスクがある。誰も彼もが成功するとは限らない。今の安定を捨ててまでチャレンジする価値はあるのだろうか。保守的すぎるのかもしれないが、それでもこれから子供を産んだりとか、マイホームを持ったりとかそういう人生設計を考えていた私にとっては、正直言ってあまり賛成はできなかった。だが夫は、どうしても起業にチャレンジしたいらしい。このまま後悔はしたくないんだ。年齢的にも37歳で挑戦するには最後の年だろうし。頼む、この通りだ。夫はそう言って私に頼み込んできた。そこまで本気で頑張りたいというのなら、私もダメだとは言えなくなる。まあ私はこのまま今の会社で働き続けるし、なんとかなるか。そう思い、私は夫の挑戦を応援することにした。それから1ヶ月後、夫は会社を辞めて会社を起こした。よし、これからやってやるぞ。すぐに今まで以上に稼いでやるからな。そうやってやる気に満ち溢れている夫。夫に期待しつつ、私自身もいろいろと頑張ることにした。まずは節約だ。今までなあなあにしていた家計簿も、細かく支出をチェックすることにした。そして無駄をいかに省くかを考えていく。家計簿をしっかりつけると、自分が思っていた以上に無駄遣いをしていることが分かった。まずは固定費から見直す。私はスマホを格安スマホに変えたり、あまり使っていないサブスクを解約したり、私が使っている車を売って車検を解約したりと徹底的に無駄を排除していった。そして食費についても私はどんどん見直していった。食材は毎週1回しか買わないと決めて、安売りをしている時にお肉などを買い、小分けしてすぐに冷凍保存をする。野菜はできれば八百屋で買う。冷凍食品は買わない。菓子パンは買わない。毎日お弁当と水筒持参。プライベートブランドの安い商品でも味に遜色なかったらそちらに切り替える。そういった地味な節約も積み重ねていったおかげで、毎月4万ほど節約することができた。
そしてそれと並行して仕事にも打ち込んだ。お金をかけないで日々を暮らすことを心がけていたので、自然と資格の勉強などをするようになり、昇級に必要な資格を取ることができた。そのおかげで、私は昇進が決まって給料が一気に上がったのだ。節約と昇級のおかげで一気に余裕ができた。私はとりあえずほっとしながら、毎月それなりの額を貯金していった。一方、夫はというと、なかなか会社経営に苦労しているようだった。まあ、でも軌道に乗るまでは、やっぱり一年や二年はかかるものだろう。私が収入を上げることができたし、私は夫の仕事については見守ることにした。せっかく経営者になったのだから、夫自身でいろいろと考えながら進めていきたいだろう。それが会社経営の醍醐味だろうし、夫の仕事についてはそれで私は納得していた。だが他に私には悩みがあった。それは義母のことだ。義母は嫁いびりが大好きな人で、私は結婚当初からその被害に遭っていた。最初の嫁いびりは、正月の集まりで義実家に行った時のこと。私は宴会の準備を手伝うように頼まれて、義母と一緒に料理をしていたのだが、その時にいろいろとひどいことを言われたのだ。のぞみさん、私はあなたのことを嫁として認めてないからね。え？あなたのような地味で、特に誇れる経歴もないような人が、息子と結婚すると聞いて私はすごくがっかりしたわ。身の程知らずって、あなたみたいな人のことを言うのよね。親戚にも恥ずかしくて紹介できないわ。しかも料理の手際も悪いわよね。本当にいいところなし。さっさと離婚してくれない？義母とは両家の顔合わせや結婚式の時など、数えるほどしか会っていなかったので、ほとんどちゃんと話したことがなかった。二人きりで会話をするのはこれが初めてだった。それなのに、いきなりこんなひどいことを言ってくるなんて、一体どういう神経をしているのだろうか。私はこの時に、一気に義母のことが苦手になってしまった。一方で義父はとても優しくて、私のこともよくしてくれた。だから、親戚の集まりとかで義実家に行かなければいけない時は、私はなるべく義父のそばにいるようにした。義母はそういう私の行動も気に食わなかったようだ。たまに私を台所に呼び出しては私を叱りつけた。あなた、私のことを避けてるでしょ。本当に気分が悪いわ。いえ、そういうわけでは。それじゃあ、私の主人に色目でも使ってるわけ？そんなことしてません。怪しいわね。地味な顔して意外と心の中は腹黒いのね。だいたいあなたがマサトと結婚できたのも、同じ職場にいて若かっただけのことだからね。まあ、私としてはもっと若い可愛い子に嫁に来てもらいたかったけど、せっかく会社で課長をしているのにもったいないわ。義母はそうやって私を侮辱してくる。私が困っていることの一つに、夫から会社が軌道に乗るまで、まだ前の会社で課長をしていることにしてほしいと頼まれたことだ。そのため、義母はまだ夫が課長で私の上司だと思っている。だから私のことを下だと思って馬鹿にしてくるのだ。実際のところは夫はほとんど無収入だし、今職場で課長をしているのは私だ。それを隠して、義母からの嫁いびりに耐えないといけないのは本当に辛い。義実家に顔を出すたびにあまりにも嫁いびりをされるので、私は夫に義母からの扱いがきついことを相談したことがある。だが夫は、その時にあまりちゃんと話を聞いてくれなかった。母さんがそんなひどい態度を取るわけないだろう。嘘をつくにしてもちょっとひどいぞ。嘘じゃないよ。私本当に悩んでるんだから。考えすぎだよ。確かに母さんは物事をはっきり言うタイプではあると思うけどさ、別に怠惰はないんだと思うよ。
だから母さんのことを悪くは言わないでくれよ。それじゃああなたが前の会社をもう辞めていることを話してもいい？え、なんでだよ。だって毎回お母さんたちや親戚の人たちに嘘をつくの疲れるんだもの。それはダメだよ。俺頑張って結果を残すからもう少し待ってくれ。嫁なんだから耐えてくれよ。それに俺の会社が軌道に乗ったら、望みの給料なんか比にならないくらい稼げるようになるんだから、その恩恵を得られることを考えたら我慢できるだろう。それはいつになるの？とまでは聞けなかった。そこまで聞いたらものすごいバチバチの喧嘩になりそうだったからだ。だがだんだんと我慢をするのにも限界が来ている感覚はあった。夫が会社を起こしてからすでに2年の月日が流れていたが、それでも夫の会社は全然軌道に乗っていなかったからだ。そして結婚してから4年が経っていたので、義母から孫はまだかとやたらと催促されるようになった。いつになったら子供を産むのかしら。仕事もできない、地味、子供も産めない。あなた本当にいいところがないわね。それなのにマサトは結婚生活を続けてあげてるなんて優しいわ。そうやって相変わらず私のことを罵倒してくる義母。この人は本当に性格が悪いな。ここまで悪すぎると逆に何を言われてもどうでもよくなってきた。この人が異常すぎるだけで、別に私は何も悪くないし気にする必要はないと思えた。だから私は義母に何を言われても聞き流すようになった。義母はそんな私の態度を見て毎回顔を真っ赤にして怒っていたが、それでももう私は動じなかった。こんなモンスターみたいな人とまともに会話なんてできない。適当に流していればいいのだ。そう思えるようになってだいぶ心が軽くなった。だがそんな中、悲しい出来事が起きた。それは義父が急病で倒れて亡くなってしまったことだ。私と夫は病院からの連絡を受けてすぐに駆けつけた。義父は救急治療をしても助からなかった。目を覚ますことなく眠りについたままの義父を見て泣き崩れる義母。この時ばかりは義母のことが気の毒だった。夫は一人息子だったので義実家には義両親しか住んでいない。義父がいなくなると義母は一人きりになってしまう。私と夫は傷心状態の義母の代わりに葬儀の手配と準備を進めた。そして義父のことをしっかりと見送り、葬儀は無事に終わったが、終わった後で私は一気に悲しみがやってきた。義父は義母と違い私にとても優しくしてくれた。そんな素敵な人がこの世からいなくなってしまったことはとても悲しい。夫もしばらく落ち込んでいて元気がなかった。私は有給を取って夫と一緒に休むことにした。こんな時はなかなか仕事に身が入らないだろう。かといって旅行とかに行くのは違うので、家で焼肉を食べたりとちょっと贅沢をして体と心を休めた。私は少しずつ元気を取り戻し仕事に復帰した。休んだ分の仕事が結構溜まっていたので、残業をたくさんせざるを得なかったが、なんとかペースを取り戻すことができた。だがその間に私の知らないところで思ってもみないことが起きていた。ある日、私が仕事から帰ってくると夫から話があると言われた。どうしたの急に？私がそう聞くと夫はとんでもないことを言い出したのだ。来月から母さんと同居するぞ。え？だから一部屋開けておいて。そう言って物置部屋を指さす夫。あの部屋はそこそこ広いし、荷物を避ければ母さんも暮らせるようになるだろう。夫はなんと、いきなり義母を家に呼んで同居すると言い出したのだ。ちょっと待ってよ、そんなの勝手に決めないでよ。母さんとはこの数日間ずっと一緒にいて話し合って決めたんだ。だから勝手じゃない。え？ちょっと待ってよ、
この数日間もしかして働いていないの？ああ、まだ働く気になれなかったからな。そんな、私が仕事に行っている間、夫も自分の会社の仕事をしているのだと思っていた。だが日中はずっと義実家に行って義母と一緒にいたらしい。生活費もこのマンションの家賃も何もかも私に頼っているくせに、勝手に同居を決めてくる夫。私はもう我慢の限界だった。いくら義父が亡くなって一人になる義母が心配だからとしても、私のことを全く考えない夫に私は一気に愛情が冷めた。わかった。じゃあ私の荷物を運ぶから今から業者を呼ぶね。え、離婚しましょう。私がそう言うと、夫はみるみる顔を青くしていった。ちょっと待ってくれよ。いきなり離婚ってどういうことだよ。いきなりじゃないわよ。私はずっと我慢してたの。会社を起こしてから2年以上、あなたはどれくらい利益を伸ばしたの？そう、それはこれから上げていくから。だったら、もっと死に物狂いでやりなさいよ。生半可な気持ちでダラダラと危機感も持たずに続けて、成功なんてするわけないじゃない。結局、生活水準を落とさずに済んでいるからだらけるんでしょ？でも、どうして生活水準が落ちていないか考えたことある？私があなたの何倍も頑張ってるからよ。節約と仕事を頑張って家計をやりくりしているから、あなたは何も気にせずに自分の経営に集中できる環境にあったの。頑張っても結果が出ない世界だってことはわかってる。だけど、あなたは自分が限界だと思うまでやりきってないでしょ。そんな中で、お母さんとの同居を勝手に決めてくるなんてどういうつもり？私、お母さんとの関係で悩んでいるって相談したことあったよね。これ以上好き放題やるあなたとは一緒にいられないわ。今すぐ離婚してちょうだい。私はそう言って夫に詰め寄った。夫は私の勢いに押されて尻餅をついた。私はそんな夫を横目に荷物をまとめ始めた。ちょっと何をしてるんだよ。だから言ったでしょ。私の荷物を運ぶって。この家から出ていくわ。そしたらこの部屋が空くから、お母さんが使えるようになるんじゃない？そんな。これからの俺の生活はどうなるんだよ。それにこの家の家賃だって。あなたが働いて支払えばいいでしょ。俺の会社がまだうまくいってないことは知ってるだろ。まだじゃなくて、一生うまくいかないわよ。だから会社を畳んで再就職して、生活費を出せばいいでしょ。そんな、母さんになんて説明すればいいんだよ。知らないわよ。私はあなたとはもう他人になるんだから。待ってくれよ。離婚なんて嫌だよ。俺心入れ替えて頑張るから、見捨てないでくれよ。もう遅いわ。あなたへの気持ちは完全に離れたから。私はそう言って簡易的にまとめた荷物を持って、一旦実家に帰ることにした。まとまった荷物は、引っ越し先が決まった後に業者に頼むから。夫は顔面蒼白の状態でうなだれていた。私は実家に帰った後、すぐに弁護士を雇い離婚の準備をした。その間に夫から何度も電話が来ていたが、全部無視してやった。そしてすべての準備が整った後、私は両親と一緒に夫と住んでいる家へと向かった。のぞみ、戻ってきてくれたのか。は、何を言ってるの。引っ越し業者が来るから対応するだけよ。え、夫はそう言って固まっていた。そして私の親がいることに気づくと、隅っこに逃げておとなしくなった。本当に情けない。結局、夫は自分で何かをするのではなく、雇われている組織の中で頑張ることの方が向いていたのだ。まあ、
今みたいにすっかり怠けてしまっては再就職もできないだろうが、引っ越し業者が来ている間も夫は棒立ちの状態のままずっと小さくなっていた。荷物全部運び終えたから行くね。離婚については弁護士を通してやり取りしましょう。ま、待ってよ。俺はまだ離婚をするとは。夫はそうやって言いかけたが、父が一歩前に出ると口をつぐんだ。いや、何でもないです。そして私は両親と一緒に家を出た。その後、弁護士に夫との離婚の対応をしてもらった。その際に夫は義母を同伴させていろいろと抵抗したらしいが、次々と明かされる夫の嘘に義母は離婚の話どころではなくて、ショックを受けていたらしい。そのため話に参加することもできず、最終的に弁護士に言いまかされて夫は離婚届にサインをした。もちろん、私は財産分与はなしにしてもらった。財産分与をするなら、今までの義母からのモラハラに対して何にも対応してくれなかったことについて慰謝料を請求すると伝えたのだ。夫は慰謝料の方が怖かったようで、借金を抱えることになるくらいなら財産分与はなしでいいと言ったのだ。こうして私は損をすることなく夫との離婚を完了させることができた。ちなみにその後の元夫と元義母についてだが、実は元義母は浪費がすごかったらしく、元義父の遺産も半分以上使い込んでいたらしい。最初は悲しみを埋めるためと言い聞かせて、ブランド物を買い漁ったり、旅行に行ったりしていたそうだが、歯止めが効かなくなり、あっという間にお金が減っていったそうだ。もともと年金が少ない元義母は急に不安になり、慌てて私たちと同居をしたいと元夫に相談していたようだ。だから、元夫が無収入状態だと知り絶望したらしい。引っ越してくる予定だったから、義実家もすでに売っていたそうなのだが、その値段は買い値よりもだいぶ安く、全然貯金の足しにもならなかったそうで、元義母はさらに不安を募らせた状態で元夫と二人でアパートに暮らしているんだとか。そして元夫は案の定仕事が全然決まらず、現在はバイトをして元義母と貧しい生活を送っているそうだ。全く実績を上げていない会社を経営していたことは、職歴として全然プラスにならないし、そしてもう40歳になるので、今から正社員として採用してもらうのは厳しいだろう。こんな生活もう耐えられない。謝るからよりを戻してくれと元夫からメールが届くが、全部無視をしている。今まで好き勝手やってきた分、ツケが回ってきたということだ。すべて自業自得だから同情すらできない。一方、私は独り身になって生活費がぐっと下がった分、ものすごい勢いで貯金ができている。私はまだ30代前半なので、恋愛についてはゆっくりと慎重に進めていこうと思う。ゆかが帰ってくるから、帰省中のあんたは出て行きなさい。そう言って、私を追い出そうとしてくる母。本当にいいのね。数日後、依頼した引っ越し業者がやってきた。家の荷物全部ですか？はい。よろしくお願いします。ものの数時間で、もぬけの殻となった実家。どうして家の中のものが何一つとしてないのよ。この泥棒、警察を呼ぶわよ。どうぞご勝手に。だけど、お母さんが恥をかいて終わるだけだけどね。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。現在、私は母と実家で二人で暮らしている。社会人なのに実家にいる理由は、経済的なことではない。父が2年前に病気で亡くなってしまい、母を一人にすることができなかったからだ。だが私は実家に戻ってきたことを後悔している。母は私への恩など一切なく、当たり前のように暮らしているからだ。そしてそれどころか、
毎日のように私に愚痴をこぼしてくる。ユカは元気かしら？ああ、ユカに会いたいわ。ユカというのは私の3歳下の妹だ。妹は客観的に見ても美人だと言えるほど顔が整っていて、周りからもよく可愛いと言われていた。母はそんな妹を溺愛していて、私よりもよく妹に構っていた。二人姉妹なのに昔から妹ばかりを優遇し、私のことは放置状態。まだ私一人だった頃は可愛がってもらった記憶がうっすらあるが、妹が生まれてからはそれがぱったりとなくなった。ユカは本当に可愛いわね。こっちのお洋服も似合うんじゃないかしら。そう言って妹に服を買い与えるのだが、私はほとんど新品の服を着させてもらったことはない。私が着るのは妹が飽きたと言って着なくなった服ばかり。よく兄弟の上の子の服をお下がりで下の子がもらうというのは聞くが、私の場合は逆だ。幸い妹は同年代の子より背が高かったので、私と体型が近かったので助かった。そうでなければ、妹の年代のサイズだときつくて服が入らなかっただろう。それでも私も、新しい服を母に買ってもらいたいと思っていた。だが母は、ユカにはいくらかけても気にならないけど、あなたには無駄なお金は一円も使いたくないの、と私に言ってきた。この時に母にとって、私に関わることはすべて無駄なんだなと悟った。ものすごくショックだったが、父が私に優しかったので何とか心を保つことができた。のぞみはとても頭が良くて、すごい子だな。いつもテストの成績もいいし、自慢の子だぞ。父は私が勉強を頑張ると、そうやって褒めてくれた。私は父にもっと褒めてもらいたくて、さらに勉強を頑張った。おかげで高校も大学も有名な進学校に進めたので、本当に父には感謝している。だから、父が死んだ時は私は相当に悲しかった。私のことを唯一大事にしてくれた父。心の支えとなっていた父を失い、ぽっかりと心に穴が開いたような気持ちになった。だがそれ以上に、母は父が亡くなってとても悲しんでいた。何日も泣いていたのか、実家に行くたびに目を腫らしていたし、頬もこけていてまともな食事をしていない様子だった。正直、母のことは好きではなかったが、私が子供の頃は一応毎日食事を作って食べさせてくれたし、高校の時もお弁当を用意してくれていた。そういう面での感謝がないわけではない。妹は父が亡くなった時にはすでに結婚をしていたので、実家に帰ってくるということができなかった。そのため私が実家に戻って、母の様子を見守ることにしたのだ。会社に事情を話して引っ越すことを伝えると、上司は気を利かせてリモートで働くのはどうかと勧めてくれた。確かに実家に戻っても、会社で働いていたら日中に母のことを見れない。だからリモートワークの提案はとてもありがたかった。それから私は一人暮らしの部屋を解約し、実家に戻った。母は相変わらず元気がなくて、私は仕事をしながら家事もすべてやった。家の掃除から洗濯に食事の準備までやるのは大変だったが、今まで育ててくれた恩返しと思い頑張った。それに私は父から母のことを託されていたのだ。俺はもう長くない。その時に母さんのことを支えてやってくれ。父は危篤状態の時に私にそうお願いをしてきた。父と母は仲が良かったから、父にとっては母のことも大事だったのだ。まあもともと父がすごくお人よしだったから、私にそう頼んできただけなのかもしれないが。それでも私が尊敬していて、大好きな父からそのように頼まれたら断ることはできないし、それに先に言ったような理由から母のことは放っておけなかった。私は実家に戻ってから一生懸命に母のことを支えた。
最初は元気がなかった母も、私が献身的にサポートをしたので、だんだんと元気を取り戻していった。のぞみ、ありがとう。あなたが来てくれて感謝しているわ。母はそう言って私に感謝をしてくれた。母が私にそんな言葉をかけてくれるなんて、生まれて初めてじゃないだろうか。私はとても嬉しくて、実家に戻ってよかったとこの時は思っていた。初めて母が私のことをちゃんと見てくれたような気がした。うん、いいんだよお母さん。これからも私がお母さんのことを支えるからね。私はきっと母からの愛情に飢えていたのだろう。母が元気になってからも、私は実家に残っていろいろとサポートをしていた。仕事をしながら並行して家事をするのにもその頃には慣れていたし、母の役に立てるなら全然苦ではなくなっていた。それから母は生き生きとしだし、いろいろと要望を言うようになった。この家の家具や家電も古くなってきたわね。そろそろ替え時かもしれないわね。確かにそうだね。じゃあ、新しいのを揃えるよ。ありがとう。よろしくね。私は母のためならと、家のものをどんどん新しいものに変えていった。私は今まで勉強を頑張って、いい大学に通っていたおかげで就活でも有利になり、大企業に勤めることができていた。そこで私は仕事を一生懸命に頑張り、また資格の勉強もして昇級に必要な資格を持っていたので、給料はかなり高かったのだ。だから家電や家具を一新することは全然問題なかった。母は新しい掃除機や冷蔵庫だったり、ふかふかで高級感あふれるソファなどに目を輝かせていた。まるで違う家に来たみたいだわ。毎日、こんな風に快適に過ごせるなんて夢みたいだわ。母の喜ぶ姿を見て、私もとても幸せな気分になった。それからしばらくは平和で穏やかな日常を過ごしていた。だがそんな中、ある日妹がいきなり帰ってきた。あら、久しぶりね、ゆか。元気にしてた。ただいま、お母さん。お姉ちゃんもいたんだ。母には笑顔で挨拶をするのに、私にはそっけない態度をとる妹。妹は昔から私のことを下に見ていた。それは母が私と妹との接し方に、思いっきり差をつけていたことが理由だ。母が妹ばかりを可愛がり、私を存在に扱うから妹は、いつからか私を馬鹿にするようになったのだ。だが私は大人なので、妹に冷たい態度を取られても気にしないように努めた。久しぶり、ゆか。私がそう返すと、妹は何も言わずに母と一緒に居間に行った。急に帰ってくるなんて、どうしたの？お母さんの顔が急に見たくなってね。あら、嬉しいこと言ってくれるわね。私は、ずっとゆかの顔を見たいと思っていたのよ。のぞみ、お茶菓子とコーヒーを用意してちょうだい。母は当たり前のように私に命令し、妹と食卓について楽しそうに話していた。私は仕方なく、人数分のお茶菓子とコーヒーを用意して席に着いた。だが妹と母はずっと二人で話していて、私は輪にすら入れなかった。ずっと黙ったまま、私は二人の会話を聞いていたのだが、母のある質問に妹がこう答えていた。旦那さんとはうまくいってるの？ああ、それが最近すれ違いが多くて。あら、そうなの？うん、ちょっとうまくいってないんだ。そんな、ゆかを不幸せにするなんてひどい男だわ。何が原因かも知らないのに、妹が悪いのかもしれないのに、そうやって相手の男性のせいにする母。そして妹は驚きの発言をしだした。もしかしたら離婚することになるかも。え、離婚？
私は思わずそう声を出した。すると妹は冷たい目で私を見てきた。何よ、お姉ちゃん。私が不幸になって嬉しいの？いや、そんなわけないじゃない。いきなり離婚っていう言葉が出てきたから、びっくりしただけよ。適当にごまかさないで。お姉ちゃんっていつもそうだよね。私の成功とかを妬んで羨ましそうにして。そうやって私の不幸を喜ぶなんて性格悪すぎ。そんな、勝手に私のことを責めてくる妹。そして妹の発言を絶対だと思っている母も、私を責めてきた。ゆかが困っていて悲しんでいるっていうのに、あなたは最低よ。妹を大切にできないなんて、姉失格だわ。私が今まで母のことを支えてきたことが、完全になかったことになっている。妹が関わると、母はいつもこうだ。そして私は妹が離婚しそうだと聞いて、とても不安になった。離婚したら、絶対に妹は実家に戻ってくるだろう。そうなった時に、私はこの家で居場所がなくなる。だが父との約束があるから、母のことは支えなきゃいけないし。これから一体どうなってしまうのかと、私はやきもきしていた。妹が一度顔を見せに来てからというもの、母は毎日のように妹の話をするようになった。妹と会いたいということはもちろんのこと、どうして一緒にいるのが私なのかと悪口も言うようになった。ずっと家にいて迷惑なのよね。少しは外で時間を潰してきてよ。母のためを思い、リモートワークに切り替えて家にいるのに、邪魔者扱いをされるなんて。私はやるせなさを感じて、だんだんと精神的にも辛くなっていった。かといって、母は家事を自分でやるわけではない。私が落ち込んでいた母の代わりにやっていたのが、当たり前になってしまっていて、母は一切家事をしなくなったのだ。私がここまでいろんなことを支えているのに、どうして母は私をこんなにも邪険に扱うのだろうか。私はものすごく悲しい気分になった。そして昔のような感覚が蘇ってきた。きっとこのままだと、私はまた子供の頃のような目に遭うのだろう。実際、母はここ最近よく妹と電話をしているのだが、その内容が大体同居についてなのだ。これはつまり妹がほとんど離婚寸前状態で、家に戻ってくるのがかなり現実味を帯びているということだろう。ええ。ええ。あなたが戻ってくるのなら大歓迎よ。早く一緒に暮らしたいわね。そんな母の声が聞こえてきて、私はいよいよ家を追い出されるのかなと感じ始めていた。だが私を追い出したら困るのは母だ。その辺をちゃんと理解しているのだろうか。私はそう思いながら、とりあえず引っ越すことになったことを考えて、一人暮らし用の部屋をいろいろと調べることにした。そしてそれから一週間ほどが経った頃、案の定母が私にこんな話をしてきた。ゆかが帰ってくるから、帰省中のあんたは出て行きなさい。え？ゆか、離婚することになったそうで、家を出ることになったの。それで来週から、この家で一緒に住むことになったから。あんたがいると部屋が狭くなるから、出て行ってちょうだい。そう言って私を追い出そうとしてくる母。ここまで恩知らずだったとは呆れてしまう。本当にいいのね。私がそう聞くと、母は肩をすくめて笑った。いいに決まってるでしょ。ずっと家にいるだけの寄生虫のあんたよりも、ゆかと一緒に暮らす方が幸せだからね。そこまで言うならもうどうでもいい。私は、わかった。じゃあ数日後には家を出ていくようにするから、と言って引っ越す準備を始めた。すぐに業者に連絡し、目星をつけていた部屋を内見し、あっという間に引っ越しの準備が整った。数日後、
依頼した引っ越し業者がやってきた。母は私が業者を呼ぶと言うと家にいたくないと言い、妹とどこかに出かけに行ったようだった。こちらとしてもその方がありがたい。私は引っ越し業者に運ぶ荷物を指示した。家の荷物全部ですか？はい。よろしくお願いします。この家のものは、すべて私が買ったものになっていた。ものの数時間でもぬけの殻となった実家。そして私は、契約した新しい部屋に引っ越しを完了させた。それからすぐに母から電話がかかってきた。どうして家の中のものが何一つとしてないのよ。そりゃ、私が全部新居に運んだからね。すると電話の声が妹に変わった。この泥棒、警察を呼ぶわよ。どうぞご勝手に。だけど、お母さんが恥をかいて終わるだけだけどね。どういうこと？あの家の家具や家電は全部私が買ったものよ。お母さんが新しいのに変えたいって言ったから、私が新調したの。それにね、私がその家の生活費もすべて出してたのよ。お父さんの遺産で支払ってたんじゃないの？何言ってるの？お父さんの遺産なんてほとんどなかったんだから、生活費を賄えるわけないじゃない。でも、お母さんが。お母さんはあんまりお金の計算が得意じゃないからね。あと、私が在宅で働いているというのもよく理解してなかったみたいだから、勝手にお父さんの遺産からお金が出てるとでも思ったんじゃない？そんな。じゃあこれから私たちはどうやって暮らせばいいの？家具や家電だってないのに。そんなの知らないわよ。新しいの買えばいいでしょ。私お金ないんだから無理よ。働けばいいでしょ。まさか実家に帰ってくれば働かずに済むとでも思ってたの？それは。妹はどうやら離婚しても実家に戻れば遊んで暮らせると思ったようだ。本当に呆れてしまう。お姉ちゃん戻ってきてよ。それで生活費も出して。嫌に決まってるじゃない。私はもう、あなたやお母さんに振り回されるのは嫌なの。そんな。このままじゃ私、慰謝料も支払えないよ。は、慰謝料。実は。なんと妹は不倫をしたらしく、それが旦那さんにバレて泥沼離婚状態になっていたらしい。だが実家で私と母が豊かに暮らしているのを見て、家にお金があると思い、慰謝料の支払いに応じたそうだ。このままじゃ私、借金を背負うことになっちゃう。知らないわよ。自業自得でしょ。私があなたを助ける義理なんてないんだから。大好きなお母さんを頼ればいいじゃない。お金がないんだったら、お母さんなんてただの役立たずよ。ゆかなんてことを言うの。妹はつい感情的になってそんなことを言ってしまい、母が怒る声も聞こえてきた。さすがに私も母が気の毒になった。妹からすれば、母は都合よく利用できる人間というだけのことだったのだ。お母さんが、ちゃんとお姉ちゃんに生活を頼ってるって言ってくれていれば、私だってまだ慰謝料の件でいろいろと旦那と話ができたのに。あんたが不倫してたなんて、お母さん知らなかったんだから仕方ないでしょ。妹と母が言い合いを始めたので、私は電話を切って着信拒否にした。その後、私のもとにメールで母と妹から助けを求める連絡が来ていたが、全部無視してやった。結局、妹は実家に戻るしかなくて、母と一緒に暮らしているそうだ。家の生活費のためや慰謝料の支払いのために、母も妹もバイトをしているそうなのだが、もともと浪費癖のある人たちだったので、
借金がどんどん増えていっているらしい。もう家を売らないといけない段階に来ているんだとか。まあ、私には関係のないことなのでどうでもいい。一方、私は新居で誰にも邪魔されずに、快適な状態で仕事に取り組むことができている。しばらく恋愛はいいので、お金を貯めてやりたいことなどをじっくり探そうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。